こんばんは岡田斗司夫です岡田斗司夫ゼミ。9月4日ですね9月の第1回になりましたはい、えー、っと今日はカレークックにな,りない,いないませんねカレー男はい、えー、ではですね君の名はの方が面白すぎたほうほうほうまああの今日は君の名は対アドベンチャータイムなので,ですねそれを来て期待して見に来ていただける皆さんだと思います。 えー、でですね、あのー、まあまあまあ,あのそれなりのペースでやるつもりですがですね今回、まあ、一応レジュメというのがあるんですよ何を話すのかっていうのをたい、まあ、メモにしたやつで今回レジュメ11枚なんですねで、えー「君の名は」と「アドベンチャータイム」の話をするのに前振りをしなければいけないこの前振りでね5枚使ってるんですね11枚中。なので,です、ね、ひょっとしたら「君の名は」と「アドベンチャータイムは」はネタバレは もうもちろんんやりまくるんですよ。もう本当に「君の名は」なんてネタバレしないで話すの不可能なんですけどもひょっとしたらネタ「あの君の名は」に行くあたりでもう限定放送になってしまうかもわかりませんということをですねちょっと最初にですねお断りというかです、ね、これを構成変えて、まあ、話すのを考えたんですけどもそれだったらあの伝わらないなというふうに思いましたんで,です、ね、あの別にあの作為的にやってるのではなくてですね,、えー、ねじゃあその前振りとは何かっていうと。 あのー、このですね、えー、藤田一郎さんがですね書いたです、ね「読者は読むな」っていうです、ねまあ、とんでもない本が出たんですね、えー、この本の話とです、ね、あと同時にほとんど同時に出たです、ねこのえー「悪意とこだわりの演出術」これはあの水曜日のダウンタウンなどを演出されてるです、ね、藤井健太郎さんという人の本なんですけどこの2冊をです、ね、並べてちょっと語るとですね 結構あの面白いことがが発見があるんですね。この話をしつつ何でこれが前振りとして「君の名は」を語るのにまたアドベンチャータイムを語るのに必要なのかというのが後ろの方でつながってくるという形になってますの、ね、ですいませんけどもです、ね、あんでどうしようかなあのもう本当にネタバレになってしまうんで「ですねあの。君の名はブロック」はもう丸々ネタバレになっちゃうのでなんかあのネタバレの前と後に一応あの合図だけ出しますんでですね えー、皆さん、そこら辺は納得しておいてくださいとしかもう本当に言いようがないです。何点ですか、そうですね、点だけ最初にいきましょうか、最初の方でです、ね、もうでそこだけでも話しておきましょう、えーとですね「君の名はです、ね」は一応、僕いつもあの映画を見,る時点見た後点つけるんですけども「シン・ゴジラ」はですね映画として65点ですね、怪獣映画としては、まあ、85点から90点。 です、ね、で「エヴァンゲリオン」の新作としては120点というふうに言いましたで「君の名は」に関してはですね、映画としてはです、ね、70点ですね「シン・ゴジラ」よりちょいといいですベタ映画としてはこれは後で説明しますベタ映画としてはですね120点ですねアニメとしては85点というのがですね、まあ、僕の評価ですだから、あのー、名作傑作と言ってる人とはちょっとずれがあるそれなりにいいのを認めるんですけどもあのー。 「シン・ゴジラ」が映画として65点というのは、まあ、やっぱ僕にとってはかなり欠けてる部分があるのっていうふうに感じたのと同じように「ですね。君の名は」もですね映画としてちゃんと評価するんだったらちょっと欠けてるよなとえそんなことを言い出したら邦画のほとんんどは、ままあまあそうなんですよ僕にとっては「邦画のほとんどは60点ぐらいなので、まあ、そういううなことになっちゃうんですけどもですね。えーまあ、ここら辺の点数配分の理由もですね、後で語っていこうと思いますということで、えー、一応の最初の方に評価だけやっていきます。ただ あの映画としてっていうのとそのベタ映画としてっていうのはですねちょっと使い分けたつもりなんですねだから総合評価として70点という意味ではないですあのシン・ゴジラ」も総合評価として65点という意味ではないんですよ。なのであの映画としてはこれいまいちなんだけどもこう見たらものすごく面白いよなというふうな見方をそれではそれではですねえー、今週の「シン・ゴジラ」 ですね、あの毎週毎週「シンゴジラ」話をちょろ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 聞くんで,です、ね、これをまあ我慢せずに皆さんにお伝えするです、ね、1分コーナーですねあの副総理とです、ね、官房長官が「シンゴジラ」を見たそうですで、えー、大絶賛してるそうなのです、ね、2020年のオリンピックの演出はです、ね、庵野秀明になるのではないかというのがです、ね、ちょっと俺の読みですあとですね、えー、もう一つミニ情報でですすね、えー、秘書官室が出てくるんですけどもですね。 もう本当にシン・ゴジラってあらゆるセットがかなり正確でよくこんな首相官邸のです、ね、首相の執務室とか調べたなというような絶賛の嵐なんですけども1箇所だけまるっきり違っているところがあってそれがですね秘書官室だそうですねつまり秘書が集まる主人公がいるあの場所なんですよねで、えー、それはなんでかっていうとです、ね、おそらくあそこに入れるクラスの人が誰も喋らなかったからなんですよね。つまり その他の他部屋ってい,うのはです、ね、いろんな人がいやそんなの言えないんですよでもねって言ってちょろ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 っと出した話を総合するとかなり正確なセットを作って本当に政府の人間が見たら青ざめるぐらい正確なセットを作られてしまったんだけども <laughs> 秘書官室だけは全員見て胸をなで下ろしたというかほっとして全然違うとああ全く取材できてなかったということは誰も口を割らなかったんだなというふうなことで,です、ね、官邸では一安心だそうです。あとあと、地下作戦室はは広すぎて、あれは有明の あのサクネスと間違えてるんじゃないのというですね余計なツッコミが入っておりましたことをここにご報告しますということで今週のシンゴジラでした <laughs> <laughs> ですね、えー、ではですね今週の本ですねあのー、今週本はですねあの二冊ですねさっき話したですね読者は読むな藤田和博さんです牛と虎とかカラクリサーカスとかですねあと黒博物館ですねゴ、えーストアンドレディかなあのこの作者の人ですねまああの熱い漫画家ですね。 えー、それととでですすね、ね。悪意とこだわりの演出術です、ねえー、藤井健太郎さん、僕も名前、ね、存じ上げてなかったんですけど「水曜日のダウンタウン」とか「芸人キャノンボール」これ先週オンエアされたのかなあと「クイズ正解は1年後」という年に1回だけ放送されている番組があるんですけどそういうのをバラエティーの演出やってる人です。でこの2人がですねお互いにガチンコでですね、自分の創作術っていうのをですね、がっつり語ってるんですね。で、特にこの 藤田さんの本はね、七百四十円なんですよ。あの税込みでですね。多分七百八十円ぐらいなのかな。めちゃくちゃ安いです。もう絶対ね、買った方がいいですよ。あの。これね、なんだろうな。アンチバクマンですよね。あのバクマンとか青い炎を読んで。 漫画家になりたいなどというほざ,ほざいてるやつに正義の鉄拳を食らわせてやるっていうですね <laughs> なんかもう本当にこいつ気が強いなというかです、ねで。書いてることがです、ね、本当に面白いんですよね。だから僕もあのなんだ青い方のすごい好きで自分が登場してるぐらいですからああなんかクリエーター漫画としてすごく面白いなと思うし「バクマン」なんてこれまでに出てた漫画はこうやって描くんだとか漫画家のとか編集者の真実はこうだという漫画ではすごいなと思ったんですけども。 何でしょうね、このど真ん中の現役作家が出てきてです、ね、本気で創作論を書いた時のえげつなさっていうのは今コメントで「サルマン以来」と書いてますけど「サルマンはすいません「それ以下です」ってなってきてこのなんだろうなっ、えー、読者は読むなになってきてますからですねだからそこら辺はですね多分そのなんだろうなあの。 読者の人たち、サブカル好きの人たちのなんか評価のちょっとバランスが悪すぎると思うんですよね。バクマンは本当にあのクリエイター漫画として見たらあのそれ以前の作品を本当に古びたものにしてしまったんですね。だだから多分サルマンって言った人はサルマンの時代でああ漫画ってこうなんだっていう認識ができたんですけど、それはバクマンでやっぱ崩せてないんですね。バクマンが出てきた時にもう他のものが崩れてきてしまった。でそれと同様にこの読者を読むのが出てきたところでですね、もうクリエイター 論っていうのが新しい段階に入ったというふうに思います。ええー、とですね。で。ええー、とです。まあ、こっちからいきましょうか。悪意とこだわりの演出術はですね。あの、もう本当に、今読むのが一番面白い本です。定価はですね。まあ、千三百円、まあ、税。抜きですからす、ね、千、ええ、四五百円ぐらいするのかな。なんですけどもです、ね、今読むのに面白いっていうのはどういうことかというと。その。 今という笑いっていうのはですね、時代とすごい関係があるんですね。だから爆笑レッドカーペットを、をあの頃あんなに面白かったのに。今見ても全然面白くないと、俺たちひ金う族を今見て面白くない。よく言われるのが、ダウンタウンってどこが面白いんですかっていう人が現れてきてる。それは何でかっていうと。昔のものを今見ても、まあ面白いはずがないというか、ね、ちょっと無理があるんですね。それは笑いっていうのは、その時代のセンスにすごい左右されるからなんですよ。 でこの本はです、ね、僕は今好きな番組というのは割とこの人が手がけてるというのを初めて気がついたんですけどもです、ねあの「悪意」っていうのを、まあ、売りにしてるんですねすごい作為的ですそのことに関してあの。例えば「水曜日のダウンタウン」という番組ではですね あのある説が出てきて、で芸人が出てきて、何とか説っていうのを言うんですね。例えば勝俣邦洋。ええー、熱心なファンゼロ人説というのが出てきて、それの検証 V. T. R. が流れたりする。この説自体も悪意があるんですけども、編集がですね、すごくこう凝ってて。これはあの本人が書いてるんですけども、中の流れるナレーションとかですね。あと V. T. R. の編集も全部自分がやってるそうなんですね。自分がやられる気が済まい。何でかというと、笑いっていうのは全部一人の力。 でセンスでコントロールしないと生まれないからここを人任せにはできないというふうに言ってるんです。で水曜日のダウンタウンではこの VTR が流れる時にワイプっていうの分かりますかワイプってあの端っこの方が四角く切り取られて出演者の顔が写っててなんか喋ってたりしたら口とかが動いてる例のワイプですよね。で水曜日のダウンタウンではまあこれが1人か2人ぐらい常に写ってるんですけども音量設定がですね ギリギリ聞こえるぐらいにしてるというふうに書いてるんですね。つまり VTR に対して何言うてんねんとかですね。いやこれ違うやろとかこれ悪意あるわっていうようなやつを本来だったら必要でないかもわかんないけども視聴者が聞こえるか聞こえないくらいのギリギリの音量で流していて常に番組の中にその突っ込みが入っている状態にしてるんですね。でここら辺もすごい作為的なんですけどもあのー、なんだろうなこの 悪意の方から先に話そうかな。あの。えっ、ー、とですね。笑いっていうのは、ちょっとこうお笑い論の方になっちゃうんですけど。おら、お笑い論に関しては、あの、僕は。素人なので。えっ、ー、と、あまりですね。深いことは言えないんですけどもですね。もともと笑いっていうのはですね。あの、すり替えられた攻撃だというふうに僕は考えています。つまり、何かを攻撃するときに、直に殴ったりする攻撃ではなくて。それをすり替えた形、より社会的な形にしたのが。 笑いだと思うんですね。原始時代言葉がない時代の人間、そんなのが果たしていたのかどうかわかりませんよ。言葉を持ったから人間になったかもわかんないですけど、とりあえず猿の状態の直接暴力から言葉を得た瞬間に人間っていうのは笑いを持ったのではないのかなと。なんかあのチンパンジーとかですね、日本ザルの一部では笑いっていうのがあるっていうのが確認されてますから、多分その言語を持つということと笑い攻撃っていうのは関連しているんだと思います。で。 ダウンタウンがおでがですね笑いをよく変えたと言われるのはですねこのすり替えられた攻撃の対象が変わっちゃったんですよねダウンタウン以前の笑いっていうのはあの演者が愚かでつまり舞台の上の漫才師がちょっとバカでで観客が賢いという立場を 基本的には崩さなかったんですね。ダウンタイン以前の漫才の典型例が、「俺、歌手になろうと思っているんだけど、何言うでん、お前なんかなれるか。ちょっと俺の歌聞いてくれよ。じゃあ、うとてみ!」ていうのが大きい流れなんですよ。つまり、えー、バカみたいなことを舞台の上の人が言って、それを観客が、「あんなんで歌手になれるわけがないだろう!」って言って突っ込むのが、まあ基本の攻撃の形なんですね。あくまで、笑いというのは攻撃のすり替えですから、攻撃であることは変わらないんですけども。 舞台の上にいる人間を観客が笑うという構造だったんですよ。で、ダウンタウンがですね、あの出てきてからですね、これこの攻撃がですね、観客同士になったんですね。あんまりこれあのお笑いの評論家の人も指摘してないと思うんですけども、つまりこの笑いを分かるかどうかになってくる。そうすると、舞台を見てる観客の中で笑う速度に差ができてきて、先に笑ったものが分かった。 で後から分かったものが遅れて分かったという順位が発生して分からないものがいると。なのでそのダウンタウン以前にそのなかった概念として笑いががかるという言葉が生まれてきたんですね。ダウンタウン以前は笑いは分かる分からないものではなくて受けるとか売れるとか伝わるものだったんですね。 ところがダウンタウンが出てきてから急に「笑い」というのが「わかる」という言葉になってきてしまってここから芸人の優位性強いては時々僕が言う「なんでその芸人さんというのはあんなに一般人に対して優越感を持ってるんだろうね」ってこの優越感のもとまあそれはライトスタッフ前回話したやつとも関係してるんですけどとも言えるんですけどもあの観客同士の競争つまり観客同士が攻撃し合う形っていうふうに ダウンタウン以降笑いというのはすり替わっていきました。で、この藤井さんという人はですね。ダウンタウン世代、ダウンタウンチルドレンなんですね。なので、人より先にわわかる笑いっていうものに自分のセンスの中心を置いています、えー、例えばですね。ダウンタウン、水曜日のダウンタウンでですね。たまちゃんを見守る会、まだ見守ってる説っていうのが出てくるんですね。そこである検証キーワードっていうのがあって、あのネットでたまちゃんを見守る会を検索したところ、っていうふうに。 いうシーンがちゃんんと VTR であるんですよ。そだから検索画面って検索ワードを入れるとですね第二検索語が勝手に出てくるじゃないですか。でこの「たまちゃんを見守る会」の第二検索語ってですね宗教なんですって。でそれをわざわざ映したというふうにこの本の中ではっきり書いてるんですね。つまり これは、はやらせででないです。だって「まちゃんを見守る会ってやったら第二検索後に「宗教」で出てくるのは事実なんですよ。だからそれは宗教っぽいって言いたいのかもわかんないですけどそれをはっきりと映したというこれがこの藤井さんが考える悪意でありその作為に気がつくかどうかの悪意なんですね。作為に気がついいたものは、「これひどいわ!」っって言って言笑えるんですね。作為に気がつかない者は「あたまちゃんを見守る会を検索したんだ」と言ってついつい見逃してしまう。この差 んだろうな笑いが分かるかどうかっていうふうなところにその見てる人のセンスを問いかけるんですねつまり作ってる側が優位に立ってるんですね。漫才師側が優位に立ってるのは笑いなんですよ。であの新築 家を新築する時自宅を新築する時和式便所をわざわざ作る人ゼロ人説っていうのがです、ね、出てくるんですけどもこのゼロ人説っていうのもまあ言われてみたらそうかもわかんないんですけどわざわざっていう言い方がちょっと悪意あるんですね。でこれをやるときにですね我々は調べてみたというふうにです、ね、またパソコンの前でスタッフが検索している画面を写すんですけどもですね 画面のパソコンの周りにです、ね、ポスターが貼っってあったんですね。そのポスターがです、ね、ソフトクリームの <laughs> ソフトばっかりで,です、ね、トイレの話題の時はソフトクリームの絵を写すそれもわざわざ和式便所だからです、ね、なんか抹茶ソフトクリームとかそういう和のソフトクリームばっかり並べるんですこういうのを並べ方とかを並べるんです。これもやっぱりその悪意のある笑いですね。<laughs> FBI えー、ドッキリに絶対引っかからない説というのがあってですね。FBI の超能力捜査官をわざわざアメリカから呼び寄せて、いろんなドッキリさせてですね。で最後はマルバツクイズを出して、正解したらクッションなんだけど失敗したら泥っていうのをわざわざ用意したんですね。でさあ、どっちがあの何、ー、だろう正解ですかと。FBI そう超能力捜査官だったらわかるでしょうというふうにスタッフに言わせたら言わせたんです。そしたら。 FBI 捜査官はですよで。スタッフはすごい悔しくなって「丸とツと両方に泥を用意したんですね」<laughs> で FBI 超能力捜査官にですね「<laughs> さあどっちですか?」って言った FBI 超能力捜査官ですね超能力使ってるのかなんかわかんないですけどすごいじーっと見ててですねでまあその途中でもですねやけに通訳と称する人との打ち合わせが長いとかで,ですね <laughs> いろんなですね悪意のある VTR を入れといてで最後にですねなんかどっちも泥の○のを クイズ出しといて。 どっちも泥なんじゃないっていうふうに FBI 超能力捜査官が見抜いてしまうんですねこれはもうねわざわざその通訳の人を別室に閉じ込めてまで検証したのでかなり正確な検証なんですけどでさすが FBI 捜査官は我々スタッフのトリックに引っかからなかったっていう VTR を流してですねで、あのー、なんだろうロケバスみたいなところ FBI 捜査官が意気揚々と引き上げたらロケバスの手前にでっかい落とし穴が開いてですね <laughs> FBI 超能力捜査官ドカーンと落ちて泥まみれになっておかげで最高です にい,い絵ががれたっていうのがで,す、ね、オチなんですよで。この本の中でもですねあの FBI 捜査官これ本当にやらせとか入ってなくてこうでで結局 FBI 捜査官は泥に突っ込んでくれなくて最後の最後で落とし穴に落ちてくれたとでこれが途中で我々のトリックに引っかかって泥だらけになってもいい絵が撮れただろうけども偶然最後だったから一番いい絵が撮れて嬉しかったというふうに書いてあるんですね。つまりあくまで なんだかやらせとか演出はないんだけど、悪意だけはたっぷりあるっていう考え方なんです。この。この悪意ですね。その。作っている V. T. R. とかの悪意に気がついて笑えるかどうかって言うのがですね。あの。この人の笑いって言うんですかね。その今のお笑いの最新の。笑いなんでしょうね。を解釈する上で。すごい大事なことになっていると思います。あの。なんだろうな。さっき今読むべき本とか、今読んだら一番面白い本っていうのは。 今のネットとかでですね、受けることっていうふうなものがですね、この中にはそのコンセプトが入っていると思うんですねつまりどういうふうに人に見られて何が面白いのかっていうのを自分の方から発信する側が一番偉いんだという考え方が出ててですね。好きかどうかで言われるとうーんあのとねこっちの本の方が好きなんですよあの藤田さんの本の方が。 つまりこの悪意とこだわりの演出術の方は俺は笑いが分かってるそして俺の笑いは今日本でイコール世界で最先端だっていうような自信にあふれてるんですけどもと同時に所詮今しか通用しない消費されていくものなのでテレビマン独特特有の何だろうな 自自慢慢できるうちに全部自慢しとくかみたいなですねいっぱいいっぱい感があってですね正直ちょいと見苦しいところがあってですね <laughs> まあそういうのが嫌な人はブックオフで十分だと思うんですけどもまあ俺はあのなんだろうなこういうものを人より早く見つけてしゃべるのが仕事なんでちゃんと定価で買いました。あの <laughs> 読んででる間本当にすすごく面白いですでこの人が今度はあの新しくです、ねあのー「クイズタレントメーカー」っていう番組をやったんですけどクイズスターメーカーになって10月からまた放送が始まるそうなんでもう僕は今から録画しようと待ちかまえてます。一番好きな番組なんですけども作ってる人のなんか内幕とかどうやって作ってるのかっていうのを聞いたらああんかテレビの人って本当にいっぱいいっぱいなんだなテレビって。 終わりつつあるメ,ダメディアなのかなというふうに、ちょっと思っちゃったのも事実です。で、読者は読むなって言うのは。あの、藤田和弘が文字で書いた、まあ、青い方のバクマンへの挑戦状というのが。僕のか、あの、考えなんですよね。あの、どういうことかというと。金八先生、三年 B. 組金八先生というドラマが80年代に大ヒットした後ですね。教育現場にはですね、熱血教師ですね。 熱血熱血と思っててとりあえず生徒とちゃんと話してまともに向き合ってそして全部に自分の人間性で勝負するんだみたいな。 教まあ現場が大混乱したという伝説があってですねこれはあのプロ教師の書いてるところの諏訪哲司さんという人が自分の本で何回も書いてるんですけども教教育現場に熱血教師はいいらないと。どんな教師にも絶対心の中に熱血成分というのがあってもうそれぐらいで十分だってそれ以上に教師っていうのはプロフェッショナルでなきゃいけないから一人一人の熱血で 本音でぶつかったら絶対に一人一人の生徒に対して好き嫌いが絶対に表れてしまうとで人間として接するっていうふうなことをやってはいけないとそれはホテルマンのようにすべてのお客さんと同じようにすべての生徒をまず一旦平等に公平に扱うところからなければ教育という劇場は作れないというのを言ってるんですよね。 金八先生は熱血先生を産んでしまったんですけども、バクマンが産んでしまったのはですね。その作り手側のですね。本音っぽいものを全部出したような気がしてるんですね。だから、例えば少年ジャンプはアンケート至上主義だとかですね。まず3週間はネーム。こういうふうに出して。 1>, で1ページ目こういう注意点があったらこういうふうに直してっていうのをですね「バックマン」という漫画ものすごいマニュアル的にこう紹介してるんですでそれがストーリーと相まってめちゃくちゃ面白いんですけどもおかげでですねうんあの現場の先輩になんか何も聞かなくてもいい俺はそういうことは分かって漫画業界に入ってきてるんだっていう小賢しい漫画家志望っていうんですかそういうのを山のように生んでしまったんですね。であの バクマンとかで漫画業界のことを知ってでこうすればいいんでしょうと思ってきて入ってきた人っていうのはあの知識で知ってるんですけども現場の先輩にちょっとでも違うことを言われたらそれはバクマンで聞いたことと違うと思っちゃうんですね。で今の時代はですねその僕はあの自分の本の中で「第一印象至上主義」って書いたんですよ。 どういう意味かっていうと、人間っていうのはですね、自分が受けた第一印象を否定したくない生き物なんですね。で、例えば、なんでそのイケメンとか美人は得するのかっていうと、第一印象としてその人にいい印象を持ってしまうんですね。で、その後でその人のことを判断するんです。まず印象としてあこの人綺麗だこの人かっこいいと思ったら、まずいい人に違いないと思って、でその後は補正がかかるんですよね。 こんなに顔がいい人が、こんなになんかこう、スタイルのいい人が言ってることだから、本当なんだろうっていうような補正がかかってしまう。人間というのは、自分の第一印象を守ろうとするなので、まあ、なんか中身で勝負だって言ってる人は、中身で勝負だと思うんだったら、思えば思うほど外見をきれいにした方がいいですよというふうに、僕、自分の本の中で書いてるんですけども。 なるほど。こんなデブが言ってるから信用ならこんなデブが外見が第一だと言ってるんだからこんな本当のことないじゃないか <laughs> お前はそれも分からぬほど愚かなのか。<laughs> <laughs> というわけでですねあでですね第一印象至上主義になっちゃうとどういうふうになるのかっていうとつまりバクマ満を読んで面白かったとかそのキャラクターの熱い言葉に納得したらその自分の感動や納得を守りたいがためにつまり第一印象を守りたいがために先輩からですね 「お前はそうと違う」とか「あの編集者はそうと違う」というふうに言われてるのに自分の中でなかなか補正できなくなっちゃうんですね。であのー、この本の中でですね僕すごく面白かったのがですね、えー、この藤田さんのです、ね、スタジオの中には「無言禁止」っていう張り紙があるぞなんですね。で「えー、無言禁止」っていう張り紙があってこれは何かというとアシスタントとして入ってきた人間は絶対に会話しろというふうに言われるんですよ。中で 会話して、で誰例えば何にも話すネタがなかったら「何してるんですか?」と聞けと「俺が仕事してたらあ先生何書いてるんですか?」と聞けと先輩が何か仕事してたら「それ何してるんですか?」と聞けととりあえずこの自分のスタジオの中で無言で通そうとするようなやつもしくは聞かれたことに最低限しか答えないようなやつはもうその場でクビにするというふうに言ってる。 絵はは上手手くくなくてもいい。漫画は下手でもいい。でも、会話のキャッチボールをできないやつはいらないそういうやつは最終的にクリエイターにはなれないっていうですねめちゃくちゃ実践的なことを書いてるんですよ。で言われてみれば本当に漫画家になってるやつっていうのはちゃんとですねこう人と話せる人とかですね会話がある程度面白い人ですねコミュニケーション障害の人は辛いコミュニケーションの人は辛いなって今コメントが流れたんですけどもあの人と話したくないから絵を描いてるという人 が多いんですけども、そういう人は漫画を描くなとは言ってないです。俺のスタジオに来るなとも書いてないですよ。無言禁止と書いてるだけなんですよ。つまり、コミュ障であるんだったらば覚悟してこいよと。なんでかと,いうと最終的に漫画家っていうのは人と対話して、編集者と対話して、その台湾の中で作品作っておくもんだから、絵が下手なのと同じように、コミュ障っていうのはそれだけのハンディキャップだと。絵が下手でも努力すれば漫画家になれる。と。 で、コミュ障でも努力すれば、漫画家になれるときっちり書いてあるんです。ただし、コミュ障だから、コミュ障の自分を守ってくれる。漫画家だったら、そのままでいてくれると思うのは、大きな間違いだというふうに、どんと書いてですね。その他に。またです、ね。この第一章がですね。まず無言禁止で,です、ね、第二章が一緒に映画を見ろなんですよ。<laughs> 俺と一緒に映画を見ろ。それは何でかっていうと、無言禁止だからといって。 なんか無駄な会話だけやってもしょうがないそれじゃなくて一緒に映画見てこの映画を好きか嫌いかっていうのを語り合おうとで無理に俺に合わさなくてもいいと。 例えばお前が「バック・トゥ・ザ・フューチャー」好きだったら「バック・ト・ザ・フューチャー」が好きだったで俺がなんで「なんで好きなんだよ」って言ったら「それはこうだからです」っていうふうにちゃんと返せと「なんで?」と聞かれたら「こうだ」っていうのを返せとで俺が好きな映画をお前が嫌いだったらそのことに関して俺は絶対に文句は言わんだよとその代わり「何でお前あの映画が嫌いなんだよ」って必ず聞くからその時には「こういう理由で嫌いです」っていうの返せと好きも嫌いも必ず理由をつけて返すことが後ですごいためになってくるとこれ何かっていうとあの 自自分分分の作品と自分ととけることだと。最初のうちは絶対に自分でネーム書いて自分で漫画書いてここがダメだと言われたらもう人格を全否定されたような気がするとなんか一生懸命書いてこの作品は俺だというふうに思い込んじゃうとでそれをひっぺがさなきゃいけないつまり自分と自分の作品をひっぱがさなきゃいけないんだけどこれすごく難しいのでまずは他人の作品であると俺の好きな作品と俺とは別だから俺の作品が嫌いって言われても怒らない。 他人の作品を嫌いと言っても構わないっていうこの関係を作った上で初めて自分の作品について語り合えるベースができるつまり自分と自分の作品を引っぺがすという表現があるんですけどこれもあのすごく大事なことなんですけどもこんなに分かりやすい言葉でですね一流の漫画家がですねあの文字として書いてたらです本当にねえー もう脱帽ですすよ。すっごい面白い。面白読んでも読んでも止まらないとこれ読んでる時は「うわ面白い!」と思って大阪行く途中の飛行機で読んでるんですけどこれ読んでる時は「うわこれ面白い!」と思ってなんかね乗る電車を間違えたぐらい面白かったんですね <laughs> やっぱりねあの漫画っていうです、ね、本当に面白いものとうもう本当に藤井さんごめんなさいテレビっていう今面白い気がするものとの間にがものすごい実力差があるんだなっていうふうに何か感じちゃいました。 えっと、前振りが30分経過 <laughs> その通りだよねでもまだまだあるんだよあのね、えー、ちょっとね今日ねこういうメールいただいたこの話もしようと思ったんですけども先週放送された日本テレビの裏番組の E テレ NHK で放送されていた「バリバラ」えーえーっと「バリアフ」「障害者のバラエティー」だよね「バリバラ」内で、えー、実際の障害者から障害者は健常者を感動させる道具ではない。 感動ポルノとといいいう言言方しししていままた。た。発言が出ましたとこの件についてどう思われますかという感動ポルノ問題なんですよね。であのこれもです、ね、後ろの方の話つまり、えー「アドベンチャータイム」とか「君の名は」に全てつながってくるんでもうひとまとめで話すしかないんですけどもです、ねえー、日テレの『24時間テレビのです、ね』の障害者がなんかこう富士山登るとかですねそういうよくある日テレの『24時間』の 障害を持った人がでもこんなに頑張ってこんな感動的な成果を出しましたっていうのを今年も放送したんですね。今年はなんか特にひどくてなんかあの車椅子だったかな,なんか足がない男の子をです、ね、富士山のてっぺんまで登らせてそれをやっていってもう本当に体がヘろヘろになって動かなくてですねでもやっててよかったと思いますかというふうにインタビューで言葉を取ろうとしたらその子はもう疲れすぎて声が出ない状態になったそうなんですね。でそういうふういふにやってた番組の裏の裏、e、で、 ですね、なんとまあ意地の悪いことにですね NHK のですね出てる障害者たちがみんなです、ね、黄色い T シャツを着てです、ね、後ろに意味なく24という数字を書いてあってですね「で笑いは地球を救う」って書いてあってです、ね、愛は地球を救うんじゃないですね「笑いは地球を救う」というふうに書いてあってで身体障害者はなんかその健常者いわゆる あの健康であの全部揃っている人たちを感動させるために俺たちは生きてるんじゃない俺たち別に頑張りたいわけでも何でもないんだと。で,で500人ぐらいにアンケート三百人だったかなぐらいにアンケートしてですね「あの身体障害者が、えー、頑張って感動させるドラマ好きですか?」って聞いたらです、ね、9割の人が「大嫌い」って答えたというです、ね <laughs> まあ、そういう数字で押してきてで自分たちの本当はこうなんだって番組を作ったそうなんですね。でまあネットではですね大評判です。でで これをですね、まあ、感動ポルノっていうふうな言葉でですね、今ネットニュースで流れてですね、炎上してますで、えー「バリバラ」は僕はの普段も時々見るんですけども、まあ、バラエティーとしてはそこそこ面白いんですよ。どれぐらい面白いかなあの、これほど面白いいわけでではないです。水曜日のダウンタウンほど面白いわけではないですけどそこそこ面白い。で何かっていうと腕はないんだけどエピソードがすごい芸人の話聞いてるみたいなんですね。 話術和芸は大したことないんだけどもそんなすごい過去あったんだっていうのを芸人の話聞いてるみたいな感じがするんでですねバラエティとしてはそこそこなんですけども「感動ポルノ」っていうのはもともと2012年にですね自分を障害者のですね、えー、っとステラ・ヤングという人がオーストラリアの番組だったかななんかで語った言葉だそうです。で ステラによればですね、この言葉というのは。障害者が障害をもらったというだけで、与えられたというだけで。あるいは持っていることを含みにして。感動をもらって、励まされたと言われる場面というのを表していると。で、同様の言葉として、フードポルノという言葉もあります。フードポルノっていうのは、食品の上にたっぷりのバターとか、くるクリームをのせて。とろっと溶けているような映像を見せることによって。なんか食欲への衝動を。 呼びさせますもの。これを最近はフードポルノとううそうですで。戦争ポルノっていう言葉もあります。これは、戦場の映像を流すことによって見てる人を興奮させるっていうこれもですねポルノの一部というふうに最近言われますつまり何にでもハラスメントがついたように多分何にでもポルノがつくっていうのがこの、えー、いろんな人が映像を撮って投稿する時代のですねひょっとしたら決まりフレーズになるのかもわかんないです。で僕の 岡田斗司夫のですね、考えるポルノの特徴っていうのは、作品性よりも感動させるかどうかに主体が置かれた作品というふうに考えているんですね。つまり、いわゆる一般的なエロポルノの場合は、お話としてどうかというよりも、いわゆる興奮させるかどうかに主眼が置かれたようなものっていうのは、ポルノグラフィーであるというふうに考えます。要するに感動させりゃいいんだろう、要するに興奮させりゃいいんだろうっていうのが、作者が考えているのは、まあ見えすぎた感じというふうに言えばいいんですかね。で。 まああのぼ僕の考えなんですけども「あの世界の中心で愛を叫ぶ」というです、ね、ドラマとか映画が昔あったんですけど、まあ、あんなものは感動ポルノでしょうとあの泣けたと評価される映画一般はです、ね、感動ポルノだと思います今年一番泣ける映画ですというふうに言われたらです、ね、なんかこうポルノを宣伝されているような居心地の悪さを感じてしまうのが、まあ、ちょっと僕のひねくれたところなんですけどもただそのこういうふうに言っちゃうと。 感動するものは悪いものだって聞こえちゃうんですけども感感動ポルノと感動とは違うんですよ。この藤田先生も何だろうなこの本の読者は読むの,の中でですね感動させななきゃいけないけとあの。一番最初にです、ね、編集者と打ち合わせした時に「その少年サンデー」の編集者から「 感動しななないいよううネームは持っってて、くるとと言わわれそののの時から漫画の作り方っていうのが変わったと自分のそれまでの漫画の作り方っていうのは面白い漫画誰もこれまで書いたことがない漫画俺しか書けない漫画すごい漫画っていろいろなものがあったんだけども担当編集者にいきなり最初に「感動さえあればいい」逆に言えば「感動できないような話はもう何持ってきても俺は読みません」っていうふうに言われたのがショックだったっていうふうに書いてるんですね。えー感動 っていうのが悪くない。じゃあ何かって言うと安い感動ですね。ベタっていうやつなんですけど、安い感動と高い感動っていう言い方も変なんですけども、この見分けがつかないことが問題点じゃないかなという風に思います。あのどんな映画やドラマも安直な感動、いわゆるベタ的な展開ですね。ベタの展開と高尚な感動の。 なんかこう両方持ってると思うんですよ。ちょっとあとで高尚な感動を説明しますけども「安直な感動」だけでできている作品はクライマックスに延々と感動系の音楽がかかってなんかこう盛り上げ方をわーとされてですねそうする,と,冷める人と泣ける人にはっきり分かれちゃうんですね。泣ける人っていうのはベタな展開でベタなセリフが出てきてでうわーって感動的な音楽が流れてきて、泣けるって思うんですけども。 ところがこれが安っぽい安直だと感じる人にはどんどん冷めるわ音うるさいわ音量バランス狂ってんじゃねえのというふうに感じてしまうわけです。で悪意とです、ね、こだわりの演出術の中で,です、ね、この藤井健太郎はです、ね、この差 ですね。つまり冷める人と感動する人の間にあるズレっていうのを利用してですねあののの優越性の笑いいっててうのを紹介してます。何かというと「クイズ・タレント・メーカー」という番組があるんですけどもこれはあのなんだろうあのこのタレントいろんななんかこう。 問題を出して、問題出して言って、こんなことをやってる人、こんなことやってる人。さあ、このタレントさん、誰でしょうというやつなんですけども。小島よしおがですね、えー、問題に答えたときにですね、いきなり司会のですね、ロンドンブーツの敦がですね。お前、答えをしてただろうというふうに文句つけたんですね。もう完全に濡れぎ着なんですよ。で、小島よしおがええー、ってやった瞬間にですね。急に画面がスローモーションになってですね。小島よしおがですね、スタッフに連れ去られるんですね。<laughs> で、そこで中島みゆきの施錠がかかってですね <laughs>。で。<laughs> のといいこう声はないんですよただ単に口がパクパクしてるだけで,で,す、ね、でそこに「終わらない夢を」という中島由紀夫これ何かと三3年目組金八先生のですねまああのなんだろうなあの男の子が警察に連れて行かれるシーンのパロディーなんですけどもここで分かるやつは笑えっていう感じなんですね分かんないやつは本来言えばこれは金八先生のもう大感動シーンなんですよ。 だから、スローモーションになって誰がどう考えても濡れぎに着せられてる、まあ、濡れぎに着せられてるのが小島芳雄っていうのがおかしいんですけど <laughs> 小島よ芳おが連れ去られていって他の人間が笑っていって無実の罪で中島みゆきの音楽が流れてるんだからベタ的な意味で言えば感動して見てる人は「あ小島よ芳おかわいそうひどい」っていうふうに心が動かなきゃいけないんですけどもそういう。 もので金八先生で感動した時代もあったでしょう今更あんなの見ても感動できないでしょうここはもう笑っちゃいますよねっていうような昔と今とのズレを利用したつまり何だろう何にでも感動できる人とそれを冷めた目で見て笑っちゃう人とのズレを利用して視聴者の中の「 5割は置いてってもいいててもでも残り5割はこれ見て「うわー中島みゆきの成長を流した大爆笑!」と言って笑ってくれるそういうような笑いを作っているんですね。で「バリバラ」の話に戻ります「感動ポルノ」の話に戻りますけども日テレの『24時間テレビ』はですねあの「感動ポルノだから僕は抗議された」じゃ悪いと思わないですよ。 安い感動だから攻撃されたわけです。つまりもう誰が聞いてももう安っぽいよなとなんか身体障害者の人が富士山に登るってすごい立派なことなんだけどもそれをやらされてる感で感動させるためにその番組を作ってる感っていうのがなんかこう見えすぎてる感じがしちゃったので本当はその「 のあの障害者の方は自分から望んだのかも分かんないし別に人に感動されるためにやったんじゃなくて自分の思いでやったのかも分かんないですけどもう番組の作り方毎年そんなものをいくつもいくつもやってるから視聴者の方がそののズレといいうものに気がててしまってるとな。でもあくまでそれをベタな「感動です」って押し切ろうとする側とそれを「ズレに転換させて笑いにやろうとする NHK ではもう NHK の方が勝ち目があるんですよね。でしかし かといってです、ね、問題もあってこれはあのどう思いますかと聞かれたから答えるんですけどもだからここでネットセロに迎合してです、ね、僕も「あ,あだからも日程の24時間なんか駄目だよね NHK すごいよね」って言って以来楽なんですけども僕の方は僕の方でですね違うと思うんですよ。これがその単なるベタ否定でないところなんですけど。 っていうのは何かというと NHK の24時間テレビというのはですね同時に募金献金というのもやっていてですねそこでお金が集まったそのお金っていうのはですねちゃんといろんなところに寄付してるんですよねでそれで考えると NHK がやったことは何かというと笑いというのを取ったんだけどもその分ですねあのなんだろう24時間テレビの募金金額を減らす役割しかしてないんですね。 笑いは地球を救って後ろに帰っていくると嘘なんですよ。笑いっていうのは最初に言った通り攻撃攻撃性の転化だから誰も救ったりしないんですね。 ただ単にガチガチの関係でこれを感動するしかないという雰囲気の中に風穴を開けてくれることはできるんですけどもでも実際にやってることは日テレに集まってくる募金額を減らすことでそれは障害者の人にとってデメリットにしかならないと僕は思うんですもちろん障害者に対してなんか感動の物語をくれよとかなんかそういうふうな圧力があるのは事実だしそれに風穴が開いたっていうことはあると思うんですけどだからといって笑いが地球を救うというのはちょっと言い過ぎだと。もし 笑いが地球を救うと言うんだったらばですね、民放のドラマの中では、スポンサー市場主義とかですね、視聴率市場主義の中で、アクセスしているサラリーマンクリエイターの姿なんて、これまでのバラエティとかドラマの中で何回も描かれてるんですね。じゃあ NHK が笑いが地球を救うと思うんだったら、 悪辣な NHK 人のです、ね、苦労の話をお前らドラマで作れよとコントでやれよとさあこいつからどうやって金取ってやろうか NHK ですいやドアが開いた足突っ込んでやれというようなそんなコント番組お前らが作れるんだったらば、まあ、笑いは地球を救うと思うそれは何でかというとそうじゃなくて日テレの『24時間テレビ』を用意してわざわざ笑いに行ってすぐ帰ってくるというそういう卑怯な手だけやってるようなやつらは大人とは思えない。それは、子供が大人を帰 ってるだけだけけと、俺は思うんですけどね。もちろん今回の「バリバラ」がやったことは何だろう障害者に対する認識を一変させたそれはもうずっと「バリバラ」っていう番組がやってるからいいことはいいことなんですけどもだからといって NHK のです、ね、今回の番組素晴らしいだから日テレの24時間ダメっていうのはですね考え方としてなんか安直な感じがしてるんですよ。あのさっっきも言ったようにです、ね、にの中には ベタでしか感動できない人というのがいるんですよ。それは身体障害者と同じように感性とかそういうの能力の問題なんですね。今の笑いが差別的な笑い。つまり、分かる人には分かればいい、分からないやつはバカだからっていう差別を含んだ笑いなんですよ。この差別を含んだ笑いというのはダウンタウンとかが言われるときは、 みんなあのダウンタウンの人も多分誤解してるんですね。つまり、えー、っと俺たちの笑いの中でいじめみたいなものが入っているから差別というふうに言われるっていうふうに彼らは思ってるんですけど、実は違うんですよ。ダウンタウンが始めちゃった笑いっていうのは笑う人の中に格差を作っちゃってるんですね。分かる人と分からない人というふうに格差を作っちゃってるんです。で同様にその世の中にはベタでしか感動できない人がいるんだからベタを笑うような番組を作っちゃうとそれは世の中のですね。 大半であるセンスが古い人センスが何だろう遅れてる人って言ってもいいですし難しい笑いがわからない人を差別してるんですね。バリバラのやったです、ね『24時間テレビ』の批判番組というのは実は身体障害者を何だろうに対して風穴を開けたんですけども知的に劣る人センス的に劣る人っていうのを笑いものにすることで成り立ってるというようにも僕は見えるので。 ああ、なななんんんかそもで、えー、まあ人を笑えずにですねあの自分自身を笑えずに人様のことを笑ってるだけだから NHK バラエティはそこそこなんじゃないかなとこれで NHK 自身のことを笑えるようになってくれればですね俺もいや NHK よくやったすげえよというふうに思うんですけども。はいえー、ということですねあの もう四十五分になっちゃいましたけど、もうちょっと続けますね。えっ、ー、とですね、ここでですね、じゃあベタなあの感動っていう話が出たんでですね、さっきベタじゃないつまり安い感動と高い感動という言い方をしました。あんまりここでね高い低いという,ような言い方をしちゃうと問題があるんですけども。 いや、本当にねあの絶対にこれはもう「君の名は」は限定になるけどもネタバレの嵐だからちょうどいいのでこっちにねホワイトボードを用意してあって実はえこっちのホワイトボードでは後でですね水性軌道の話をしながらですね「実は君の名は」のテーマってこの辺にあるんだよねっていう解説もし,しますけれどもですねもうちょっとあの前振りをします。えー、高いドラマ高い感動っていうふうに言葉をやってですねそういうものをですね僕、 ちょっと今回限りになるかもわかんないですけど言葉としてですねハイドラマっていうふうふに名付けました。ドラマには「ハイドラマ」と「ロードラマ」っていうのがあるっていうのが今のところ僕の定義ですで今後この言葉変えるかもわかんないですけどとりあえず今回この言葉で言ってみます。ロードラマ ですね、つまり感動するシーンで,です、ねあ「俺たちはやらなきゃいけないんだ」とか「ガッチャマン最後のミッション全員救う」とかです、ね、そういうのよくあるじゃないですかだ「誰か僕たちを助けてください」というようなです、ね、で曲がかかるこれらは全てベタなドドララママで、でロードラマです。ハイドラマというのはです、ね、その感動するシチュエーションを作らないようなもので見てる側の心を動かすつまり感動でなくて心を動くだけ。 なんですね。で僕が典型例だと思ってあのスティーブン・スピルバーグ恐ろしいなと思ったのはですね「E.T.」という映画があってです、ね、ラスト E.T. が宇宙船に乗ってバーッと消えていくんですよね、まあ、空へ消えていくてでその時に宇宙船がですねパッてあの地球からです、ね、飛び立っていく時になんか虹みたいなのを伸ばしていくんですよ。でそれを見て の E.T. のお別れでエリオット少年主人公のお母さんは泣いてたのが、ちちょっっと笑っちゃうんですね。つまりなんて美しいのかしらなんておしゃれなのかしらみたいな感じであまりに感動すぎてちょっと笑っちゃうと。でエリオットの妹ドリュー・バリモアなんですけど若い頃子供の頃ドリュー・バリモアもおんおん泣いてエリオット少年のお兄ちゃんも泣いてるんですよ。これが当たりり前ののドドララマ、ロードラマの作り方なんですけど。ところが E.T. という映画のクライマックスは最後宇宙に消えていく宇宙船をロングで撮るんではなくてですね最後エリオット少年に煽りで下からカメラがガーッと表情に近づいていくんですね。でエリオット少年はひたすら夜空を見てるだけなんですよ。でそれは何でかというと何だろうなこの世の中でたった一人自分の友達が今まさに 一生会えない、二度と会えない星空に消えていくときに、そいつはですね、黙って見てるしかないんです、ね。この瞬間を自分の心に焼き付けようとしているから、エリオット少年はじーっと見てるだけなんですよ。で、それをカメラグーッと、なんだろうエリオット少年の顔にアップになったところで、バーンと真っ暗になってスタッフリストがザーっと現れるんですね。で、これはそのロードラマの作り方ではないんですよ。 その時の時エリオト少年、感動させようとしたらエリオト少年に泣かせりゃいいんですよ。もう「あの、さよなら E.T.」とか「もう一回帰ってきて」って言わせてもいいんですけどそういうことを一切せずに無表情になった主人公を見せることによってこの彼の中の心がどんなにざわついてるかそして彼がこの瞬間を絶対一生心に留め置こうとしてるのかっていうのを表してるこういう演出を僕はロードラマの作り方いわゆる全部を盛り上げていってパーツをすべて感動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 で合わせるんではなくて。 そうではなくて見てる人の心の中に感動を画面とか音響で伝えるんじゃなくて感動を見てる人の心の中で勝手に作ろうとしているものを僕は「ハイドラマ」っていうふうに今回呼んでるんですね。で「ターミネーター」っていうのもこラストがですね面白くて「ターミネーター」っていうのもあのー「 あ、この解釈だとサハダマルはハイかな、そうなんです。よ。サハダマルもハイドラマなんですよ。だからこそ普通のタイガドラマを見てるロードラマに慣れてる人からしたらサハダマルはふざけて見えるんですけど、まあその話は以後今後多分サハダマルを特集の回でやると思います。で、ターミネーターというのはですね、最後サラコナーズという主役の女の人ですね。後にえー、っとなんだろう、地球の救世主を生む女の人なんですけど、その人がですね、えー、もう これれかから核戦争が来るる。と分かって、てメキシコのの国境辺りの街で,です、ね、ガソリンを入れてるとそしたらでこれからどうなるのかと思って険しい顔してるとパシャッと少年に写真を撮られるだらその子がそのポラロイド写真を出してきて、あのー、綺麗なお姉さん,なんか5ドルちょうだいみたいなことを言ってでそ,の、ね、でそのサラ・コナーズはその写真がだんだん現像がポラロイドから写ってくるのを見てるとです、ね、なんかカイルっていうです、ね、未来から来た人と恋仲になってでそいつが死んじゃうからそういう。 あのサラ・コナーズそんな悲しい顔してたんですけどもでここから未来のことを考えたからですねでそのカイルが肌身離さず持ってた写真っていうのが後にそのサラコナーズが産む息子地球のレジスタンスの リーダーダですね。そいつから受け取った母親の写真はこれしかないんだっていうふうに受け取った写真。で、えー、サラ・コナーズを未来から助けに来るそのカイルはこの写真をずっと見ていて憧れていてあなたに会いたかったあなたにいつの間にか恋していたみたいな告白を映画の中でするんですよ。 油断してて、ガソリンスタンドで知った時に、メキシコの少年からパチ取れた写真が。まさにこの写真だった。私はこの写真を生涯身につけていて、自分の息子に手渡すことになるだろう。それは、自分を愛してくれる男が、過去にもう一回戻ってきて、自分を守るために死ぬ。その円環運命の鎖の中にあるんだというのを認識して。で、こんなこと、セリフで一言も言わないんですね。それら、写真を見て。唖然とするサラコナーズ。 決意をを込めた顔をするサラコナーズポケットの中に入れてでジープはジープかな,なんか 4, あの4輪駆動車みたいなやつがバーっとあのメキシコの道をずっと奥地へ行くと上の方に黒い雲がだん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 増えていくんですでこれもでですすね、そのハイドラマなんですね。さっき言った回想シーン入れりゃいいんですよ。 グリーンの音楽でも何でもかけりゃいいんですそうやりゃ感動するんですけどもそうじゃなくて見てる人間に感動でもいいし不安でもいいし共感でもいいから何でもいいから心を動かそうと思ってこういうシーン組みするわけですね。でこれが僕はは、ハイドララマと言います。タターーーーミネーター2で,はです、ね、ラストシーン。 t 8、ね、つまり今度はいいものになったシュワルツネッガーのロボットみたいなやつが最後溶香炉の中で溶けてわーって死んじゃってであようやっとこれでスカイネットの恐怖は去った地球は救われたっていうシーンでで「ターミネーター2」のラストシーン何かというと夜の高速道路なんですね。あの意外なことに「ターミネーター」っていうのは高速道路で。 走ってる車のヘッドライトで照らされた道路だけ映写してるんですよ。でこれをやりながら、えー、なんだろうサラコナーズのです、ね「今回これで危機は脱した未来はどうなのか私たちにはわからない」ってナレーションがかかるだけで延々この道路というのは何かっていうと今はまだ暗闇の中で ひとまず地球の危機が去ったかもわかんないけども未来というのはどこにあるのか全然わかんない私たちは夜明け前の世界にいるということを告げてるだけなんですねで。これだけでそのラストシーンを作ってしまうんですね。これも会話させればいいんですよね。 本当を言えばロードラマの作り方だったら。でもそうじゃなくて夜の高速道路をものすごい速度で疾走してでライトで照らされた道路だけ見えるっていう絵を見せることで私たちの生きてる世界そのものの映画を見てる人そのものの映画を見てる時は映画館の中のスクリーンっていうのが見えるんですよ。それは夜の道路がライト当たってる部分が見えるだけでも全く同じでその部分しか見えない。 でもその中から私たちはいろんな教訓を得ることができる。そして未来というのは自分たちで選ぶことができる。そんなセリフ一言も言ってないんですけど、ちゃんと見てる人間に伝わるわけですね。だからあそこのシーンで道路のシーンというのはジェームス・キャメロンというのは選ぶわけなんです。これがそのハイドラマ的な作り方です。で泣かせたくて泣かせるというのではなくて、泣かせる以外のどういう感情をもて感情を持てばいいのか分かんない。もう本当にどんな気持ちにさ なのがハイドラマなんですすよ。なので、でハイドラマ嫌がるる人結構いるんですよこのあの映画見たらどんな気持ちになっていいのか分かんないとかあと笑っていいのか笑っちゃいけないのか分かんないという人があるんですけども笑っていいのかどうか分かんないからこそ感動だろうと何か言われた時子供に何か一言言われた時笑っちゃうんだけど同時にボロボロボロっと涙が出てくることって大人になったらあるんですよ。こういう大人の なんか悲しいのか嬉しいのか分かんない結婚式のだろうな娘の挨拶を聞く父親みたいなものなんでしょうねなんかそういう複雑な感情が出るからこその感動であってそうじゃなくて泣くしかないみたいなものは感動としてのレベルは僕は低いと思ったんでハイドラマロードラマという言い方をしました。で「アルプスの少女あと5分だけ我慢してくれ」。<laughs> アルプスの少女ハイジっていうのがあってです、ね、その中で6話で,です、ね、デルフリ村っていうところにいてです、ね、オンジがです、ね、チーズを売りに行く話がありますでチーズををこれれまでで個個持ってたたら、パンを6個くれたんですね。ところがデルフリ村ではですねいや最近景気が悪くてあの小麦の値段が上がってるだからパンが値上がりしたんだと言うんですけどもオンジはパンチーズを持ってったのにパンが6個くれないと。 お前は俺が数を数えられないのを知って無学なのを知って字も読めない数も数えられないのを知って俺を騙してるのかと言ってパン屋と大喧嘩するんですね。であのパン夫妻は恩師は値上げのことを知らないからあのアルム恩師はたまにしか来ないからって一生懸命諭すんですけども恩師がです、ね、自分をたまにしか来ないこ,とをい,いことをいいことに騙そうとしてると思い込んでですね二度と来るかって言って出て行ってしまうんですね。でこの 恩寺の誤解はこのアルプスの少女ハイジの録画の中では全く解かれないんですで、これもですね見てる人間からしたら 本当はその話数の数中でで解決してしてほいんですね。結局恩師が納得するとかですねパン屋さんが後で行って謝るとかです、ね、恩師が最後反省するみたいなことをすればいいんですけどそれはロードラマの作り方であってですね高畑勲がやりたい <laughs> ハイドラマではないんです高畑勲は、見てる人にやりきれない気持ちってい,うのを伝えたいんです。やりきれないい気持ちっていうのは辛いでもなく切ないでもなく怒るでもなく誰に怒ったらいいのか分かんないっていうようなこの あっちゃこっちちゃゃこ向いてる感情を見てる人これが感動の本質なんですねこのやりきれない思いというのはそれをやりたいんですけどもなんかさすがにハイジでもです、ね、こういうやりきれない話ではなかなか少ないんですよであの松本人志のです、ね「大日本人」という映画があります,、えーとですね、アマゾンの DVD とかブルーレイとかのレビューを見たら本当に点が低いです。 で松本人志のどこがいいんだって松本人志には映画の才能がないことが分かったというふうにみんな書いてるんですけども、ね、それはみんなが笑いっていうものを捉え方が僕ちょっとずれてるからだと思います松本人志がやろうとしてることはハイドラマなんですよ笑いの分野における。えーっとですね、なんか例えば「大日本人」っていうのがです、ね、あれは巨大ヒーローに変身できる家系のおっさんの話なんですね。 なので、それをセミドキュメンタリータッチで撮ってです、ね、で変身というのはどういう風にするのか怪獣が出てきたそいつは変身するしかないんですけど変身の時にはです、ね、国家警察というかです、ね、そういう担当者の人たちが家の中にダーンと突入してです、ね、ものすごいでかいコンセントを松本人志の尻の穴にガーンと突っ込んだら松本人志の尻から電気入れられて巨大化して怪獣と戦うというやつなんですけども明らかにこれコメディーなんですけどもそこまでの撮り方がすごいシリアスなんですよ。だから、全然笑えないんですね。 笑えないんですけども、これはそれで構わないです。笑うという簡単な方法ではなく、ずらすっていうことをやってるんです。だから僕らはなんでこんなことになるんだっていうような笑えない部分が正しいんですよ。 大爆笑する映画ではなくて笑えそうな部分では笑えなくて「なんだこれは」っていうのが大日本人を見る時の一番正しい感想で,感想でその連続の果てにですねなんか最後の方はベタベタのダメなコントがあってですねうわ全然笑えないコントがあるという全体構造がおかしい話なんですけどもところがすごいお笑いのマニアの人ですらこういうハイドラマ形式でやられるとですね急に えお笑いっていうのはもっとろうなものだろうっていうふうに思ってるからこそ分かななくなっちゃうんあのね『24時間テレビ』のさっき言った「感動とか金八先生」っていうのはろうドラマっていうふうに言ったんですけども、えー、これをずらして笑うつまり「えー、24時間 あの「24時間テレビ」を批判した「バリバラ」とかですねあとえ「金八先生」を批判してずらして笑いを取ったそのクイズ・タレント名刊っというのはですねまだその見る人を選ぶ笑いなんですけどもハイドラマをですねずらしちゃうとさっき言ったような「ですねあのアルムンジのやつとかですねあとなんだろうな「あの E. T. のですね、ラストシーンとか、そういうふうなものをずらして笑いにするというのは、もう。難しすぎてですね、見る人を選ぶというレベルではなくなっちゃうんですね。で。ところがですね、このハイドラマをずらそうと。このハイドラマをずらすことを。笑いにしようというふうに挑戦したのがですね。えー、限定のところで、あの紹介するアドベンチャータイムです。アドベンチャータイムというのはですね、先ほどから説明している。 本来だったらば感動というよりはやりきれない気持ちっていうふうなものが感動の本質なんですけどそれをずらしてあえて笑いの方に持ってくるというですね世界最先端だと僕は思ってるんですけどその表現に挑んでるのがアドベンチャータイムで,すで逆に新海誠のこれまでのラストクライマックスのところをやりきれない思いだったのをそれをベタの泣かせるっていうふうな方向に思い切り振り戻したのが「君の名は」 という作品だ,と思いますだから「君の名は」に比べて僕は「アドベンチャータイム」の評価の方が高くなってしまうし新海誠は何だろう進化したではなくてですね やっとと。妥協してヒット作を見つけたと押井守が小難しいことばっかり言ってから駄な映画監督になっていくのに「や押井守007取ったからでかしただったらお前も面白い」というのと同じように新海誠も「お前その切ないやりきれない」というのは作家性がどんどん尖っていくけどこれ売れねえだろうなと思ったら「ああもうベタにして中高生さえなきゃいいや」っていう <laughs> ベタベタ映画も出してきたと「俺そういうの好きじゃないけどお前のその心変わり認めてやるよ」というのが君の名はというの,の本質だと と、えー、ということで,です、ねえー、原点の方に切り替えてここからです、ね、もうネタバレガンガンで,です、ねえー「星の声」の話ですね、えー、その中で語られてるです、ね、実は何だろうな、えー、お話の中でいくつか語られてないことがありますのでそのことに関してもちょっと話してみようと思います。 では限定のあ、その前に告知をお願いしますその。そうだよ告知やらなきゃいけないんだあのねえー、っとですね、えー、9月11日日曜日ですね俺は日本にいません。 あのロサンゼルスにですね行っております。えー、でロサンゼルスのですねローズボールというですねあのアメリカ最大のフリーマーケットですね古いおもちゃを買いまくってる予定です。でそれがもう日曜しかやってないですよ。なので行ってきますので,ですね午前4時現地時間の午前4時ここの午後8時ですねなんとか無理やりですねニコ生放送をやってみますので,です、ね <laughs> えー、アメリカの午前4時の俺の超眠たい顔のですねニコニコ生放送ひょっとした方 こでオンエアできないかもわからないけどその時はなんかあの代わりのですね録画番組が何かをなんか現地から1分か2分の iPhone で撮った映像とかを用意しておきますので,です、ねえー、来週お楽しみお願いしますあとですね9月11日はアメリカから生放送なんですけど9月18日はですね、えー、山本博さんだっけ あの、山間さんっていうですね、えー、アニメ元アニメ監督ですか、アニメ界を引退して、この間芸能事務所に入ったと言ってですね、<laughs> ツイッターなどで嫌われ発言をよくされている、ひょっとしたら俺と似てるタイプの人がいるかはわかんないですけど、その方とのですね、えー、生対談というのをです、ね、多分前半そこそこ人に聞かれてもいい部分、後半そろそろ人に聞かれてはやばい部分というような形で、えー、9月18日はやろうと思いますので、えー、岡田投夫と山間っていうのですね、対談を見たい方、 では、えー、9月18日を楽しみにしてください。えー、はい。あとこれですよね。あとえっ、ー、とですね新刊明日出ます。スター・ウォーズに学ぶ国家正義民主主義というやつでですね。えー、まああの日米スーパーヒーローの概念の違いなんで。 アメリカのスーパーヒーローものってと日本のヒーローものとは違うのかという話とかですね。あとは何だろうなあのユリオスカエサルジュリアスシーザーは歴史上最初の歴史上最初のですね同人史作家であったという驚愕驚愕の事実とかいろんなことを語っております。あとは正義なんかを語るのはいつもヒーローヒーロの男の子だよなという話とかです、ね。いろんな話をしておりましてですねあの政治を語ろうというんではないです。スター・ウォーズやスーパーヒーローを語るのに政治的なスタンスというのがあったら。 すげえ面白いぜっていうですねあのちょっと大人の遊びを紹介してますのでよろしければ買ってください、えー、ではではですね限定の方でですね、えー、君の名はの話に入ろうと思います限定切り替えてくださいはい切り替わりましたああちょっと疲れた <laughs> ちょっと休憩しよう, <laughs> しようあアドベンチャータイムを語るためにねなんかあの キャラクターがわかるわかりやすいためにこういうふうなものを用意しといたんであのクーピーで色んどっただけのもんなんだけども <laughs> これを後で使いながらアドベンチャータイムを解説してみようと思いますよいしょお山間の話あとコチカメの話あコチカメねコチカメは、まあ、あのもうあのもうあの終わるそうだけどもまあ終わるんでいいんじゃないかなと思うんですけどねあのなんだろうな俺あのネットでも言ってる人いるんだけどもえっ、ー、とレイコと さんのの。だけが気になるの、あのー、そうなったら涼、えー、ちゃんにもらってもらおうかしら何言ってんだみたいなのが何年もあってですねオタク男子としてはいよ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 っていうのが <laughs> <laughs> あるのでそこだけはクリアしてほしいと思いますけどそれぐらいじゃないのかなあったなああなんかならねえだろまあね。 まあでももうすでに中川君がコメディーリリーフとかしてるから <laughs> 中川君とイ子は何もないだろうから亮さんはあのままいかもわかんないですよね。なんか最終回的な大団円ではなくていつも通りの感じで最後のところで「おまた会おうぜ」みたいな感じの方がですねなんかコチカメらしくておしゃれかもわかんないでですね。えー、ではですね。 君の名はのの話をでですす。すね、ね、えー、いってみようと思います、えー、君の名は泣けるアニメということで中高生が押し寄せておりますであの最初に言いました通り「シン・ゴジラ」が映画として65点怪獣映画として90点エヴァ新作として120点と言いました「君の名は,は」は映画としては70点ベタ映画としてはやっとこれで意味がわかるよねつまりロードラマとしてはですね多分あの120点ですね。 世界の中心で愛を叫ぶ系の映画としては120点の出来ですで。アニメとしては85点だと思います。でアニメとして85点っていうのの部分からま,まず何でマイナス15点なのか他のアニメというのはどれぐらいなのかっていうふうに話をしようと思います。僕はあのアニメーションでそのアニメでなければできない表現っていうのがあれば80点90点100点っていうふうになるんですよ。 でその意味でいうとですねなんかその映像の特徴として今回ですね 実写ですでにあるももののをアニメででやっってみましたた的なものが多かったんですね典型的なのが時間経過を見せるのにです、ね、駅で電車が動くのがすごく早く動くって、これはあの実写でよくありますよね電車とか車がバーッと早く動いてて時間が早く過ぎていくというのでそれをです、ね、アニメに置き換えてたりしてです、ね、この辺がなんかちょっとつまんなかったなというふうに思いました。というのは例えば「AKIRA」というアニメだったらばです、ね、バイクが夜の都会の中を疾走する時にです、ね、テールランプがストリーク現象 っていうんですけども、その線を引くようにあの何だろう、街中で光の線をスーっと切るして走っていくんですね。ああいうのが新しいアニメ表現であって、あいやビデオとかで似たようなものはあるんだけども、あれをもう一層のこと表現としてやっちゃったのか、これは面白いよな、すごいよなということで、アキラは映像アニメ映像表現として本当に100点オーバー、120点ぐらいなんですよ。それに比べてその君の 生の中に出てくるそういうアニメーションのです、ね、実写のやつは実写でできることをアニメに置き換えたような印象しかないんですよね。でオネアミスの翼の時にロケットを打ち上げの時にんだろう 氷のかけらがガラガラガラと落ちるところをですね安野秀明がアニメーションでやるわけですねでこれを見た人がですねこんなもん実写にできるこれをアニメに置き換えただけだと言われた時僕らはいやそれ違うよと思ったんですよ。それは何でかっていうと実際の映像ではなくて安野が描いたものは氷の破片を全てコントロールしてると実は一定の重力加速度で落ちてるんではないんですね。あれは なんだろうな破片の一つ一つとは言わないんですけどブロックごとに重力加速度を変化させてですねちょっとずつ落ちる加速度が違うことによって全体の重厚感とかですねあの なな、んだろうな、あのー、スローモーションだから時間が圧縮されてるんですけど空間が圧縮されてる感じっていうのがですねどの破片がどの位置を通るのかっていうのでコントロールしてるからあれアニメーションならではの表現だと思うんですよ。なので、実写をそのままアニメに変えたということに関して僕はある程度判断力っていうのを持ってるつもりなんですけどその目で見ても新海さんの今回の「君の名は」の中のタイムラプス表現っていうのかな自動車とか電車のやつはですね なんかそのまま置き換えたような印象がすごく強かったんであんま面白くねえなと思いました。あとですね、あのとことんリアルに描いてるような感じなんですけども、空を飛ぶ鳥が飛ぶシーンがあります。で、大空を空が飛ぶシーンでですね、太陽の方向はこっちだとしたら鳥に影がついてるんですね。影が伸びてるんですね。でこれは実際の映像ではありえないんですよ。ちょっとこっちに書いてみますけども、鳥が シルエットだけで見えてると。でこの場合大丈夫かなカメラ追いかけてきてる映ってる大丈夫この人の人帽子が邪魔な,んじゃな,いかな、はい、でえっ、ー、とですね光源がこちら側にあったらですね影がもちろんコピーできるんですけども空で鳥に影がついてるのか見たことないんですよね。でも 今回の君の名はではですね、こういうふうに影が発生してるんですね。で、これはですね、もうすでに映像ではないんです。これ漫画なんですよね。漫画ではよくこういうふうな表現します。漫画では鳥が大空飛んでいてそこに影が軽くかかっている、空中に影がかかっているっていうのをやるんですけど、それは静止画だからやるそういうやるしかないんですけど、新海誠が本質的に描こうとしているのはアニメーションという映像ではなくていかに。 漫画を動かそうとしてたのかっていうのがこれでわかると思います。あのでこういうですねその映像ではない実はその作者自身が持っている本質が映像ではなく漫画というふうにですねそう1万円としてはすごくいいというコメントがあったんですけどそんとその通りなんです一万円としてはすごくいいんですけども映像としては本来成立しないことをやってるんですねで同じように音に関してもですね例えばその追加、えー まあ、あのイコカとか PASMO とかどんな言い方をしてもいいんですけどそれで自動開発するきのピッて音がするんですけどそういうピッていう音がですね全体の音バランスとしては大きすすぎるんです、ね、で、ね。音楽が流れる時もですね、急にあの効果音が大きかったりもしくは盛り上げるための音楽が急に大きくなったりするとここら辺のですね、その音響バランスの作り方もですね、ちょっとプロとしては 下手くそって言ったら何なんですけどもデリカシーがないように感じたので,です、ね、なんかあのアニメとしては85点ぐらいに抑えてしまいましたここれは、まあ、プロのアニメ評論家の方の意見を聞いてみたことです。でテーマは忘れたくないことも人は忘れてしまう思い出したいのに思い出せないという切なさです。で これ自体はですね角川映画の原田知世主演の「時をかける少女」のラストシーンがもうそんなことをやってるんですね「時をかける少女」では原田知世がですね未来から来た人を好きになってしまってでその人が未来に戻っていくで君は僕の記憶を失ってしまうよとでそんなことに私たちもう二度と会えないのって、うん、なんかもう会えるかもわかんないけどその時に、えー、とお互いがわかんないとそんなことに私どこにいてもあなたのことがわかるっていうふうに言って別れてしまうと。 で映画の中ではですねその10年以上かな時が経ってからその主人公の原田朋恵とその未来から来た人が映画の中でですね10年後の世界でほとんど何もセリフなしにすれ違うシーンがあるんですね。ですれ違うシーンでお互いに「あれ?」っていう感じで後でそれぞれバラバラのタイミングで振り返ってだからお互い顔を合わさないまま別れてしまうんですね。これすごい切ない終わり方をしたんですけどもこういう表現をしているのでですねその ラストはですねまあそこと似てるなといわゆる未来のすれ違いものででもこのなんだろうお互いがすれ違うだけだったら切ないで終わってしまってですね大感動にならないんですねベタ映画っていうのをもっと感動させなきゃダメなので。でえこ、ー ひだ、まあ、なんでしょうあの辺の山奥に住んでるです、ね、女子高生ミツハと東京に住んでる男子高校生の校生の話ですネタバレでですすよ。大丈夫ですね。ある日互いの体がすり替わってまあまあまあわ俺女の子になっちゃったおっぱいもみもみみたいなやつもあってですね。あとなんかあ私男の子になっちゃったおしっこに行く時にいやなんか変なものついてるみたいなものもあってですね でお互いの自分が持っている携帯にメッセージを残すことを思いついて二人のコミュニケーションが始まって一度も会ったことがない二人は徐々に大いが気になる存在になりましたと。で同時にその映画の中で最初から語られるですね地球に近づきつつある1200年に1回地球に近づくティアマト彗星ですねこの彗星が、えー、どんどん近づいてくると。で実はこの、えー、女の子というのは3年前に死んでると。実はあの携帯でお互いが なんだろうつあの違うなお互いの体が入れ替わったと思ったんですけど女の子の3年前の女の子と現代の男の子が入れ替わったという話でできていますで、えー、ティアマト彗星がですね地球に落ちあの近づいてくるときに2つに分かれて彗星の核が えー、その村に落ちてきてしまって女の子たちとその村すべては消えてしまうというのがですねこれをなんとかあのクライマックスで知ったお互い二人はですねなんとかしてティアモト彗星で全滅してしまう村からみんなを逃がそうというのがお話のクライマックスあたりのプロットになっています。で、でで結局ちゃんんとすすすね、ね、えー。成功はる 二人の滝と光葉っていう二人の高校生はですね、えー、もうその村が消えてしまって海に湖に飲まれたクレーターのところでですね黄昏時大曲が時にですね出会うんですねその時間だけ奇跡が起こって二人出会ってでお互いに「絶対にあなたのことは忘れない」というふうに言い合ってで助けようと決意して消えてしまうと。で 覚えてるはずなのにどんどん2人とも記憶が薄れていくんです。絶対忘れたくない、覚えておきたいことなのにどんどんのどんどん記憶を忘れとき、忘れてしまう。それでも。 肝心なことだけ覚えててこのままでは村が滅びるだから何とかして村の人を騙してでもいいから避難させなきゃいけないというふうなことで女子高生の三葉はですね学校の放送部から、えー、ゲリラ放送をして、えー、実は避難,あの避難しなければいけませんみたいなことを言って村の人を動かそうとするんですねでも村の人は動いてくれないで、えー、っと村のですね村長だったかなやってるお父さん に町長だったかな、やってるお父さんに話ししに行ってで信じてもらえなかったのが最後ツ葉の熱意が何か通じたような形になって蝶々、えー、も協力してくれてみんな助かるという話になってで最後、えー、もうね10年後ぐらいですかお互いが東京の街で偶然に会ってそれまでも二人とも何かが足りない何か自分は探してるはずだ何か思い出せなかったことがあったはずだという思いを 抱きながら二人とも10年ぐらい生きてたんですけどもだってお互いもう名前も何も知らない状態ですからでそこで東京の街の中で偶然会ってで、えー、お互いんだろう振り返って「あなたの名前は?」っていうのをお互いに「君の名は?」というふうに聞いて再会できたとでその時にお互い二人ともなぜかんだろうなすれ違った時から涙が止まらないから分かったっていう話になってんですね。でこの構造ねなんか どっっかでで見たたこととがあるなと思ったんですよね。何かというと「あの少年サンデー」原作版の「グーグーガンモなんですね。グーグーーガンモっていうのはあの高い空が飛べない鳥だったんですけど最終回マギアになってやっと飛べるようになったそしたら周りにいろんな鳥が飛び出すんですね。で周りの鳥が飛び出してその時から話があれがんもってダメな鳥だと思ったけど鳥の王様みたいに扱われてるそしたらなんか夜変な死者が来てあの「あなたは実は鳳凰なんです」 でグーグーガンモっていう、まあ、なドラえもんみたいな形コーヒー飲んだら酔っ払うような人間の言葉をしゃべるやつそれは卵体といって巨大な卵な卵卵んですね。卵に手足がついて羽がついてちょっと飛べてしゃべれるだけだとでその中には何十匹もの鳳凰の子供が入ってると鳳凰っていうのはんだろうな人間の子供の純粋な気持ちっていうのを受けて 清い気持ちのままで子供の中に羽ばたかなければいけない。だから、一年間という期間に限って、人間社会の中で卵が過ごすことが必要だった。でも、あなたの役割がもうすぐ終わりです。あなたはもうすぐ消えてなくな,な,くなくなりますと言われるんですね。つまり、ガンモっていうその漫画の中のメインキャラクターは、包み紙だったんですよ。捨てられる運命。一年間限定の包み紙。それが破れて素晴らしい宝王が生まれるんですけれども。でも、ガンモのことを自分の友達だ。無二の親友だと思っている男の子とか。その家族 家族にとってのもうその人しかいない家族っていうのはいなくなっちゃうんですね。で、ガンモの殻が破れて最後ですね、その消えてしまうんですよ。で、その時に前の晩にガンモはみんなに挨拶するんですね。実は僕の正体はこれで、もうすぐいなくなっちゃうと。で、悲しまなくていいよと。僕がいなくなった瞬間にみんなの記憶から。 全部これ消えてしまうから、半平タ君、これからはちゃんと僕なしでもちゃんと生きてねというあのドラえもんの最終回レベルのです、ね、大感動の盛り上がりがあるんです。なんでかというとです、ね、細野富士彦という作者がです、ね「少年サンデー」に持ち込みをしたときから「少年サンデー」小学校の演習部、ゲーって思ったんですこいつめっちゃ絵がうまいとおまけに子供向けの話がかけるとでおまけになんかお化けみたいな大きいキャラクターを描いてもいけるとこいつは富士子 F 不二夫になるしかないと。なので もう細野富士彦ってもともとスタジオ縫えいていてです、ね、あの川森庄司とかのです、ね、アクエリオンとかあのマクロスの人ですね監督さんですねその人の,です、ね、あの友達だった人であのなんだろう慶応大学のです、ね、小学校の頃からエッセーばっかり書いてたやつなんですねでそれが大学の時になって「少年サンデー」に持ち込んでエッセー書きたいって言ったら「お前はそんなことを書いてはダメだ」と「お前は細野富士彦は富士子富士雄の後を告げ」というふうに命令されて <laughs> うわーって苦しみながら 書いたまあまあ、まあ、なんかそれで書いてまあうまいので当たり前なんですけども最終回ですねその前の夜にですねガンモがみんなに挨拶をしてこれでお別れだよっていうあの藤子不二雄張りの挨拶をしてですねみんなの記憶から僕は消えてしまうからだから悲しまなくてもいいんだっていう。で えー、その場で挨拶をし終わった瞬間にグガンモの体がボンと破けてその中から何百匹もの綺麗な鳥がぶわっと世の中に羽ばたいてこの方がまたこの世界をきっと平和にしてくれる,くしてくれるでもあのハンペーターという主人公のど,どこのか「ガンモのこと絶対忘れない忘れない忘れない」って言って夜が更けていくで翌日の朝になってもう漫画ラストシーンです。ラストシーーーンンになってくるると、と、ハペタは起き 何か足りない気がするけど何だか分かんない何か思い出せないで朝お母さんが「もう学校に行きなさい」って言ってハンペーター「コーヒー」って言ってコーヒー入れてくるんですでコーヒー飲んだ瞬間に、まあ、ガンモがすごい好きだったコーヒーなんですけどコーヒー飲んだ瞬間になぜか涙が出てきて何かを忘れていてそれは自分の一番大事なもんだったはずなのに何だろうってことで涙だけが止まらないというラストシーンなんですよ。もののすすごい感動ククライマックスなんですけど。 要するに君の名はそグーグーガンモだったんだなっていうのか <laughs> 泣けるあれを持ってくるのは偉いと思いましてですね <laughs> 思い出しましたか。と <laughs>、はいえー、いうのがです、ね「君の名は」なんですけどもそのグーグーガンモにしてもんだろうなハイドラマを目指してるんですね。つまり ハンペータがコーヒーを飲んでなぜかわからないけど涙が出てきたなんですけどもこれではですね「グーグーガンって僕が言うまでみんな思い出さなかったぐらいなんですよ。つまり名作なんだけどマイナーなんですね。であのー えーとですね、今回新海誠が挑戦したのは作家制の諦めなんですよ。もう俺が星の声とかでやってる2人が何個でも離れてそして男の子の方は女の子のことをいつまでも思ってるはずがもう勝手に結婚なんかしやがって女の子が宇宙の果てで宇宙人戦っていつか私はあの人に会える時は来るんだろうかみたいなすごい切ないですねもう救いようのない少ない話を切ない話を連続して書いててそこそこ評価あるんだけどこのままで俺はジブリになれない庵野秀明になれないと言われたのかもかんない。 ないけど、「よっしゃってガラッと変えて「分かった俺はもう中学生高校生言い方悪いけどバカでもわかる映画を撮るぜほら作ったほらバカ泣いてる」っていうのがですね,星の声じゃねえだろうかでもバカ泣いてるって言ったら、まあ、言い過ぎなんですよ。さっきも言ったように世の中の大半の方はそういうのしかわからないんだからメジャー作家としてデビューしている以上みんなに分かるものを作るので正しいんですね。 分かる人にだけ分かっちゃったらそれはもう何だろうな水曜日のダウンタウンンタなっちゃうんですよねで。その方式で新海誠は十何年頑張ってきてああこの方法では先が見えないと思ったので徹底的にベタの方向に振り直したのでまあ大ヒットしてるんじゃないかなというふうに思います。で、でテーーーマとストーリーの関係なんですけども。あの 今回ですね、はい、映画の中で「結ぶ」という言葉ができています。でこの「結ぶ」っていうのとかあと「組紐ですね。 えー、細かい糸をよって紐にするっていうのがです、ね、何回か出てくるんですけども、えー、まあお話としてはですね一つの円講の中に入っているようで同じことに繰り返していないといろんな時間軸とかいろんな事件が組み替わっていろいろ動いてですね話の糸を紡いでいくって話になっています。つまり結ぶ結っていうのがですねお話全体の流れてまになってます。でえー、っと僕がですねあの思ってたのがあの。 主人公のミツハとあとあの誰だっけ <laughs> もう名前忘れちゃったタケじゃなくてよいしょよいしょタキだありがとうタキがですね、えー、お互いの体が入れ替わるという体験があったんですけどもおばあちゃんと話すときに「ああ体が入れ替わるそんなことなんかおばあちゃん私にもあった気がするわ」って言って「お前のお母さんにもあったんじゃなかったっけ?」というようなシーンがあるんですよね。つまり この神主の一族、あの三葉は神主の一族なんですよ。神主の一族は。昔々から思春期になると。どっかの人と体が入れ替わったみたいなんですよね。で、こういうのがごく自然に入ってくるんですけど、なんでそれが入ってくるのかっていうと。もともと。なんだろうな、あの。三葉とキは体が入れ替わるんですけども。 おばあさんも誰かと入れ替わった。お母さんも誰かと入れ替わったらしい。で、これが誰か書かれてないんですね。ただ、それは書かれてないだけでですね、分かるようになっている。それは何でかっていうと、これ実はお父さんなんですね。だからこそ、町長のお父さんのところにですね、ミツハがそれまで理由を言わなくて、みんなを非難させなければダメっていうふうに言ってて、それだけではお父さん全然納得しなかったんですね。で、そうじゃなくて。 自分は体が入れ替わったんだというふうなことを言った瞬間にお父さんがなぜそれまで再婚しなかったかなんでずっとお母さんのことを大事に思ってたのかっていうとこんな体験があったからだというのがあったからこそただ単に娘の夜迷い事でお父さんがそれを本気にしてああじゃあ本当に隕石がこの 場所に落ちてくるんだということが信じられた。でなければ、お父さんの心のチェンジが全く描かれてないんですね。お父さんのところに真剣になっていって、お父さん話を聞いてっていうとこましか書いてなくて、その後は。もうすべて終わって、急に町長がすごい指導力を発揮して、村民を避難させたっていう。新聞記事が出てるだけなんですよ。なんでこのお父さんが。か、動いたのか、全く説明がない。それはすべてこの関係が。 それぞれの成立したからだというふうになるんですねつまりこのお話自体は時間軸の中で空間の中で多重構造的に結ぶということが行われているからですではティアマト彗星の軌道図というのを考えてみましょう、えー、まあまあまあいくつか間違いも指摘されてますけども太陽があると地球があるとで太陽の周りを地球が回ってると ティアマト彗星は1200年に一度太陽系外から地球を通ってで地球の近くを通って太陽の方へ行く彗星ですなので彗星の位置がここの時は尾がこのように伸びていきます太陽風で彗星の尾というのは伸びていくからですねでこれが今回2つに割れて破片が地球に落ちたので大災害が起こりますところが1200年前にこの村のですね 写真というのを見てみるとクレーターがあってそこの真ん中に神社があるんですね。でその隣に村があるような構造になっていると。でこれもちろんこのクレーターっていうのは1,200年前に落ちたクレーターです。 自分お母さんおばあさんのような繰り返しで過去に何度もあったのかもしれないつまり1200年前2400年前というふうにあったのかもしれないそれは何でかというとかつて地球に落ちてきた隕石のかけらがもう一つ他の隕石ともう一度会いたいと思ったからなんですね全体お話全体は七夕なんですよ二つに分かれたものがそれは人間であっても隕石であっても気持ちは同じでもう一度会いたいという願いを 込めたものが奇跡を起こす。ただ、この星が思う奇跡というのは、人間界にものすごい迷惑をもたらす。なので、まるでウルトラマンのようにですね、<laughs> 私はハヤタ私は命を二つ持ってきた、みたいな感じで、この一族に超能力を与えて、せめて人間がそこから逃げるような隙を与えてくれたのかもわからない。星と星とがもう一度出会いたいという思いは、確かに1200年に一度叶うんだけど、その度ごとに地球人類にえらい迷惑をかけるっていうやつなんですけども、 これこのスケールだけで見るとこういうことなんですけれどもところがこの太陽自体はですねペテルギウス座だったかなあたりを中心とした巨大な円周軌道もあってますそしてこの円周軌道自体も巨大な銀河平面に対して回転しています、えー、銀河を真上から見ると 渦巻き状になっていて地球はその第三子だったかな、えー、3.5光年ぐらい離れたところでこれを一周10億年ぐらいで太陽系というのが回転していますなので太陽の回転というのは実はこの銀河平面上で見るとこのように渦巻き状になっているわけですねイコールこれに対するティアマト彗星の軌道はこの渦巻き状のものに出会うためにこのようになっているわけです かなななり複雑なものになっていると思われます。これ全体がお話のテーマちょっと消しちゃったんですけども結ぶなんですよ。この話の中で奇跡が起こったり何かしたりする人の縁そのものとかを指す言葉である「結ぶ」とか「言う」っていうのは 話全体で考えてみれば糸をよるシーンが出てくる紐を組むシーンが出てくるんですけれどもそれはこの銀河平面の中で見た太陽系の軌道とそれに対して絡み合うように進んでいるティアマト彗星っていうもの全体が大きい一つの糸を作ってるというお話でその中で1200年に一度出会える彗星が一度離れた片片割れにもう一つの片割れにもう一度会いたい会いたい会いたいと思ってるからこそ起こるドラマでその中で人間同士の別れとかが あるからこそ人間はその中で一度別れたもう二度と会えない人と会いたいと思う人間がこの心の入れ替わりみたいな奇跡を起こしてそれが代々受け継がれていくという全体が結ぶとかですね糸のなんだろうないうです、ね、のであの新海誠としてはですねすごいなんだろうなこれまでの宇宙ものとか合わせた集大成ものとしてやってるんですけども。 この辺りの説明を全部諦めてもベタな泣かせドラマに集中したっていうのがですね <laughs> すげえ余震回と <laughs> よく割り切ったなと思うんですけどもえー、っとですねまああのまあまあまああの面白いのはですねあのミツハの友達のテッシーっていうですねあのー あのザックバラな男の子がいるんですけど、テッシーが最初自転車に乗ってるんですね。で、テッシーが自転車に乗って、それをミツハに貸して行ってこいやお前なんからこう地球をすあのこの村を救ってこいみたいな感じで自転車貸してくれるんです。で、そのテッシーの自転車を走でミツハ走ってたんですけども、転んで自転車を壊してしまうんですね。で、えー、その後なんだろうな、えー、とタキと出会った後クレーターで出会った後のミツハは。 えー、もう一回テッシーに会った時にごめん自転車壊しちゃったって言うんです。よ。そうするとテッシーは何のことって言うんだ。でまあその話は後だっていうふうに言うんですけど、あの何のことっていうのは何かというと実はそのタキとミツハが二人で出会った時にもう時間軸全部変わっちゃったんですね。テッシーが自転車に乗ってない世界にずれちゃってるんですよ。テッシーはそこから自転車に乗ってなくてですね。 でバイクにずっと乗ってるからその後バイク貸してくれたんですけど実は時間軸のズレっていうのはかなり早い時点で行われてるっていうですねお話なんですけどそこら辺も全て <laughs> 押さえておいてもう描かなくてもいいやいいやっていうふうに排除しておいてなんかベタのドラマにしてるのがですねなんかこう面白いと思いましたね。えー、なんかああのののとティアマト彗星のこの軌道が あの地球のところでこう曲がっているように見えるのがちょっと変だっていうふうに SF 作家の山本浩さんが指摘されてまあ、天文学的に考えればそうなんですけどもここら辺も作、ま、画、あえー、ミスと考えることもできるんですけどもその他にもですねいやそうじゃなくてこれはこの星と星とが出会いたいからだというですね、作為的なリードなんだというふうに考えることもできるんじゃないかなと思ってまして。まあ あの99%作画ミスだと思いますけどもです、ね、<laughs> そんな感じがしますということです、ねえー、ロードラマのです、ね、名作「君の名は」の話はここまでで、もう9時半になっちゃったんですけれども今回です、ね、アドベンチャータイムを無理やり行ってみます。<laughs> <laughs> アドベンチャータイムですね。よいしょ <laughs> でしえー、<laughs> すいません「アドベンチャータイム」あのなんで評価すべきかって評価すべき作品って考えてるんですけども、あのー、子供も見れるのにハイドラマのものを作ってるからだと僕は考えてるんですね。で主人公はですね、えー、ヒーローになりたい男の子ですねフィンっていう男の子とですね魔法が使える犬ジェイクこの2人のですね、まあ アドベンチャータイムってことはないんですけども、えー、おとぎの国のっていうか実際はですね、千年後の世界なんですけど、この世界で起きるですね、まあ、冒険を描いています。えー、フィンのフィンとジェイクの二人組がウー大陸ですね、えー。人類が滅亡した後のウー大陸で古い。 繰り広げる冒険を描いたアニメ作者のです、ね、ペンデルトン・ウォードは本作は核爆発核戦争が起きた後の、えー、魔法が復活した世界というのを書いているというふうに説明しています、えー、ではですね、まあ、クーピーで塗ってあのキャラクター表をですね、えー、そのまま写してですねなんとか作ってみました、えー、フィンはです、ね、物語の中で,です、ね、これあの面白いんですけど最初11歳か12歳で登場したんですねで声優さんも 同じ年齢の声優さんを使ってるんですけどもずーっと同じ声優さん11歳の子を使ってるもんだからですねどんどん声優さんが成長しちゃうんですよ。でこれはあのテレビの番組のオンエアが始まってもうね6年目なんでですね実は声優さんはどんどん大きくなってですね声変わりもしちゃってるんですけどずーっとその声優さんを使ってるつまりドラマの中で珍しく特にギャグ漫画の中ではですよ。クレヨン神社とか ドラえもんとかサザエさんとかチームマルコちゃんってありえないんですけども主人公の年齢設定が毎年上がっていってるんですね声も変わっていってますそういうふうになってますでヒーローになりたいという男の子です、えー、ジェイクはですね魔法が使えるんで設定年齢三十歳ですなので親父ですあのシーズン三のですね牧流で行こうという話があったんですけども,も頭熱いから抜いちゃう、ね、牧流で行こうっいう話があったんですけどその中でピエロナースというのが出てきますピエロのコスプレをしたお医者あの 看護婦さんでもう何のことかわかんないんですけど、ピエロナースというのを雇った後、足を経過したので、で、ピエロナースたちが、うーん、なんか病気を治すにはキスをしなきゃダメよって言ってですね、フィンの足にですね、チュー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 キスするんですね。おばさんとってか、ババアのですね、看護婦がチューチューチューキスをしたらですね、フィンはですね、気持ち悪い、やめてやめてって言うんですよ。で、ジェイク、やめさせてよって言うんですよ。そうしたらジェイクもですね、足にちょっとした経過してこう寝転んでですね、で、またこれがですね、ちょっと太ったですね、ブスのですね、看護婦がですね、チュー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 ,チューキスしてるんですよ。で えー、そんなに嫌か、俺様は気持ちがいいぜ。おい、もっとキスしてくれよとか言うんです、ね、完全に風俗気分なんですよね。<laughs> この風俗気分と中学生の童貞で女の人が恥ずかしいというですね。なんかお話が同時進行してるんですよね。で、えー、っと、これはですね、えー、マーセリンあですで。マーセリンっていうのはですね、えー、吸血鬼の女の子。吸血鬼といっても赤い色。 ののものを吸うだけなんです。色を吸うだけなんですけどもう1,000年生きてまして、まあ、このベースギターですね作詞作曲とかをやっています。 えー、バブルガム・プリンセスですね、えー、これはヒロイン年齢は18歳というふうに言ってます体がお菓子でできていてですね科学とかです、ね、薬学の実験が大好きで、まあ、マッドサイエンティストですお城のです、ね、地下室で,です、ね、いつもいろんな薬を使ってですね大体いいこの人が実験するとみんながえらい目に遭うんですけどもですね、えー、やめてくれませんですね。で自分が死んだ後のの時に代わりの ですね、自分の代わりの生物を作るといってですね、まあ、いろんな生物を作ってレモングラブ伯爵とかゴリラドとかを作ってみんながえらい目に遭うんですけど、まあ、そういう設定のものだと今はとりあえず聞き流しておいてください。で、えー、アイスキングです。 このの世界の中にはいろんんなプリンセスが登場するんでするでよ。さっきの「バブルガンプリンセス」もそうなんですけども、えー「ホットドッグプリンセス」とかです、ねえー「ゴーストプリンセス」とかです、ね「ワイルドベリープリンセス」とかですねなんかもうなんかねあの果物とかバナナとかそんなものにいちいちいち,いちプリンセスって名前を付けてるんですけども。 こいつはですね、プリンセスだったら誰でもいいから結婚したいと思っている変態の親父なんですね。で、えー、もう千年生きてます。で、千年生きてて強い魔法が使えて、ガンターというペンギンたちと、えー、一緒に暮らしています。えー、ビームはですね、えー、主人公のフィンが一緒に住んでるですね、ゲームボーイみたいな形をした。 生物なのかなあの後ろにですねちゃんと電池ボックスがあってですね炭酸電池を入れ替えたりしていますで、えー、自分のことをですねなんかどうも人間と思いたいんですねもちろん人間と思ってないんですよなのでフィンとジェイクが外出してる間。 人人がいなくなくっっったたと思って確認したら、間ごっこを始めます。例えば歯を磨いたりするんですけどもこの液晶画面を磨いてるだけなので歯磨きのがダラ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 垂れてるだけあとトイレに使っておしっこをする真似しますでは「あおしっこしよう」と言ってコップに溜めた水を便器にダーッと流してジョロジョロジョロと音だけをさせるという遊びを延々しています。 で「ビーモは名探偵」というフィルムノワールでいきなりモノクロになるだけの回があるんですけども、えー、こいつはです、ね、ゲームボーイのです、ね、コントローラーのコードみたいなのを体につけてるんですけども事件の匂いがするなと言ったと思ったらこのコードをクッと抜いて足でキュッと踏むんですねつまりハードボールの探偵がタバコを捨ててですねクッと靴で踏むのをです、ね、モノマネするんですけどもそれぐらい人間のモノマネが大好きなまあ、けなげな生き物であります。で こいつはですねスーパーヒーローの元スーパーヒーローのビリーです。このアドベンチャータイムの世界で一番勇ましい男だったんですけども洞窟の中でい今溺れてですね財宝に埋もれて一人テレビの上に座って毎日ぼんやり暮らしています。でそのビリーの最大のライバルですね悪魔のリッチーですね、えー。これがですねこの、えー ウー大陸のですね、最大の悪者です。この世界をですね、征服しようとしていたんですけど、ビリーによって封じ込められてました。で、このウー大陸、千年後の世界というのはですね、えー、実は千年前にマッシュルーム戦争というのが起こりました。マッシュルーム戦争というのは、まあキノコグモみたいなものが世界中に発生するのだから、核戦争みたいなものだというふうに、僕も最初考えたんですけども、最近のエピソードで,ですね、 核戦争のあとでマッシュルーム爆弾というのがついに使われたでマッシュルーム爆弾のおかげでこの世界中でゾンビとか変な生き物が溢れたということになっているのでどうも核兵器より恐ろしいマッシュルーム兵器というのが使われてその結果この世界ではですね魔法が使われるようになったという設定になったようです。このの辺もよくわからないいままま進んでます。でまあ、番組全体の特徴ととししてては、はは、基本的には大きい流れとしてはです、ねこの アイスキングが悪いことをして、でフィンが行って、なんかどついて終わりみたいな話だと思ってください。基本はアンパンマンです。こいつはバイキンマンです。これがアンパンマンで、えー、許さーんと言ってボカーンとやってバイバイキンみたいなもので消えるのが基本パターンなんですよね。でなので、アンパンマンみたいなもんだから、さっきも言ったプリンセスにもですね。なん もう本当にあのなんだろうな、なんとかパンマンとかですね天丼マンみたいなのがいるのと同じようにこの世界には何でもプリンセスっていうのが存在します。この間はついこの間はですね。 エンブリオ・プリンセスってい,ししいうのはどうも誰かの腹のの腹中にいる胎児のプリンセスなんですね。で胎児のその「胎児のプリンセス」もちゃんと王冠ついててここに宝石がついてるんですけどもその子宮の中に何かの手が入ってきてエンブリオ・プリンセス胎児のプリンセスの中から宝石が盗まれてる事件があるっていう話があってちゃんとそれが作画されててですね「エンブリオ・プリンセス」って出てくるんですけどもこんなのをテレビでやっていいのっていうような <laughs> 画面でした。 でまあある種僕はなんだろうアンパンマンみたいな世界かなと思ってたんですけども。 まあ、北斗の剣みたいな世界と思っても構わないです北斗の剣も核戦争後の世界で強いものが勝つみたいなもんなんですけどこの世界でも魔力が強いものが勝つみたいなやつですで北斗の剣の中でもですねなんかこう核兵器の,あのなんかこう襲ってくる放射能がシェルターを閉めろ「トキー」とか「お前たち二人だけ入ってろ」って言ってトキがどんどんどん押しててグワーっていったらトキはまだ生きていたみたいなのがあったんですけどもこの世界の中でもですねあの核戦争があった後ですね このあのマーシーって女とかですね「あいやよサイモン」って言ったサイモンがですね「マーシーお前だけでも逃げるんだ俺は」みたいな話があるんですねな,なので幼児向けの見た目をしてるんですけどなかなか油断ができないんですね。で 人類と人類の文明はですね1,000年前のマッシュルーム戦争で滅びたのでですねフィンが登場する時はフィンっていうのはいつもですね人類最後の生き残りということですね。で吸血鬼のマーセリンとさっきのもうどこにいたか分かんなくなっちゃった <laughs> 吸血鬼のマーセリンとアイスキングこの二人だけはですね1,000年前からずっと生きているのでマッシュルーム戦争を経験しています。でマッシュルーム戦争の時には この二人はマーシーとサイモンという二人の人間でした。で、このサイモンは今王冠かぶってるんですけど、王冠なかったですその時は。その当時王冠なくて普通の人間でした。でもこのサイモンペトリックフっていう男の人がですね、1000年前にですね、二つのものを拾っちゃうんですね。一つはえっ、ー、と導きの書って言われるですね、このアドベンチャータイムの中でも中心の謎となっている一つの魔法の本です。もう一つはですね、このアイスキングがいつもかぶっている王冠ですね。これなんですよ。 この王冠が魔法の源であると同時に人間の心を狂わせる真面目な意味で狂気の世界へ運んんででいく存在なんですねで。これをかぶると魔法が使えるようになる代わりに持ってる人がどん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 白髪が伸びていってですね、体が痩せ衰えて悪魔のような姿になって魔法が使えるんだけども気が狂ってしまうという恐怖のアイテムです。で、でこののサイモンがですね、マーシーシために、 えー、この女の子の危機をう救うためにこの王冠をかぶってです、ね、自分が気が狂うと分かっていながら「マーシー俺のことを忘れないでくれ俺も君のことを忘れない」わ「わ分かってるな俺今から魔法を使うんだけどマーシーを殺しちゃいけないとそうじゃなくてマーシー以外のものを倒すんだ」と思って王冠をかぶってだんだん気が狂いながら周りの生き物を皆殺しにしていく回はものすごい大感動です。第第シシーーズズン、第5シーズンのまさしくククライマックスで。 なんかね、その辺りの会話ねまあ泣かない俺が泣くというぐらいすごい <laughs> クライマックスです、ね、でそれもです、ね、さっき言ったロードラマとハイドラマのミックスでやるんですね。つまり この男の人がこの女の子を守るために自分の気が狂ってもいいと思って戦うシーンはロードラマの感動なんですけどもそれで終わったあとで,です、ね、大顔脱いでやっと元に戻ってよかったって言ったらです、ね、この男の人がですねああ,あ,あ俺も怖かったよガンターっていうふうに言うんですね。ガンターっていうのは何かっていうとこの気が狂ったアイスキングといつも一緒にいるペンギンなんです。もう この男の人はですねこの女の子が誰か分かんなくなっちゃったんですね魔法を使いすぎてでもこの女の子はまだそれに気が付かずに「よかったサイモン」って言ったら「ああガンター」っていうところで,です、ね、この男の人が気が狂いつつあってもうそれは二度と元には戻らないんだというのが見ている人だけには分かる構造これがハイドラマですね。ここのののののハイドラマ的なものとロードララマママ的的ななななもと、ロー女の子の命がピンチだ。だからら俺はこのマスクをかぶらなきゃいけないっていけう。 ハイドラマ的なものが入れ子構造のようになっているんですね。あの。この世界が滅びてですね。核戦争が滅びて、あ歩いたなものがぐちゃぐちゃになって。で、すべてのものが泥だらけで不潔なものの状態でですね。この。 サイモンととマーシーシは、二人で冬の街を歩いてるんですねで。その中でこの子は風邪をひいて咳をした時に口からゲボッとゲロ吐いちゃうんですね。でそれを見てですねあのサイモンの方が汚いっていうんです「お前バッチリぞ」って言ったらで「あなたもバッチリわよ」って言うんです、ね。で二人でお互いバッチリって笑い合うんですけども、うん、でもこの地球上で多分 この二人だけが清潔なって、ね、いうかこの二人だけは人間として生き残ってて残り全部がゾンビになってたりです、ね、ぐちゃぐちゃのものになっているから本当は人類たった二人だけ残っててちゃんと服も着替えてて清潔なのにお互いが「お前バッチーズあんたも汚いわよ」と言って笑い合うような関係というのをやっときながらなのにこいつがこの「 気が狂うマスクをかぶってマッシュルーム爆弾のおかげで化け物たちが増えていく世界の中を生きていかなければいけないその化け物たちが生きていく世界がどうなってしまうのかというと1,000年後はその化け物たちが化け物たち自身の王国を作ってでこういう生き物ですね。これ 地球最初のです、ね、キャンディー生物って言われてるんですけど何のことか分かんないですよどうも砂糖から進化した生物らしいんですけどキャンディー生物が現れたりですねこんな,なんかゲームマシン生物が現れたりするなんか1,000年経ったらすごい変な世界になってるんですでこの,あの地球最初のキャンディー生物っていうのがゾンビみたいだったドロドロの生き物たちの中からこの女の子がですね 科学を駆使して他のいろんな生物を作り出してその結果ウー大陸全体にはですねキャンディー生物以外にファイヤー生物とかですねあといろんな生物がこういるようになっているというですねまあなんか摩訶不思議な世界観です。なんんかあのね、ね。説明しにくいんですよ、ね、でうーんどれを 一押しはね、あのシーズン４なんです。よ。第４シーズンはすべて狂っていると言われるんですけど、第１シーズンは今アマゾンプライムで無料で配信始まったので第１シーズン誰でも見れます。で第１シーズンの第１話からしてあのー。 さっきのこの,女の子がです、ねえー、たまたまゾンビを作る練習をしていたらゾンビが本当に出てきちゃって困るとで村,、まあ、村のみんなお城に来てパーティーだと騙してとでその間にゾンビを消す薬作るからっていうふうに言ってですねでゾンビを消す薬っていうのを作っている間フィンがみんなにとりあえずパーティーでお城に集まってでドアを閉めてさあ外を見ちゃダメだよって外からどん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 ゾンビが来るんですけども一生懸命みんなの気をそらせるっていうのだけやってるギャグ。 漫画ですアニメなんですよねで。そういうふうなシーズン1もういい加減狂ってるんですけどシーズン3とか4になってくるとすごい変になってきてあの俺すごい好きなのがシーズン4のですね「愛しのモンスターワイフ」っていう回があるんですよ。であの話しましたようにですねえー、っと <laughs> もうどこ行ったか分からなくなってきたぞ。アイスキングはですね。 プリンセスだったら何でもいいんですよ。プリンセスだったら何でもいいんですよ。でもどのプリンセスも自分のことを好きになってくれないんですよ。でもすごい悲しんだ結果ですっていいことを思いついて分かったと。いろんなプリンセスからそいつらの一番いいとこだけを盗んで合体させてわしだけのプリンセスを作ろうっていうのがです、ね、愛しのモンスターワイフという回です。で。 事件はです、ね、フィンがです、ね、連絡を受けてです、ね、あのバブルガンプリンセスのところに行くんですねそしたらバブルガンプリンセスのです、ね、顔の半分がないんですよ本当にゴボっとなくてです、ね、ここから内臓とかが見えてて舌がベロっと出てきて,てるんです。だから他のプリンセスもあったら体の一部がみんなボコ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 ,ボコなくてです、ね、内臓とかがゴボっとはみ出しててですね誰かが私たちを体を盗すのは何とかしてって聞いた瞬間にもこれはもう。 あのアンパンマンの世界ですからこれはもうアイスキングに違いないと言うんですねでアイスキングのところに行くんですでアイスキングはいろんなプリンセスからお前体のパーツを盗んだろうって言ったらそんなことはしとらんよフィンそれよりわしの親友お前にいいものを見せよと言うんですねこいつなぜかこいつだけはこのフィンのことを自分の親友だと思い込んでるんですよねまあこれが後々いろいろあるんですけど親友とお前フィンにお前にいいものを見せてやろうと言ってよいしょ。 大変だ。フィンとジェイクに「さあわしの新しい奥さんを紹介しようこの子じゃ」っていうで紹介するのがこれなんですよ。モンスターワイフっていう名前ついてるんですけども全てのプリンセスのですね <laughs> 部分をですね、切り取ってくっつけた怪物なんですね。で、これを見た瞬間にですね、フィンとジェイクはばったり気絶してしまうんです。恐怖のあまり絶叫して気絶して、で、次のシーンではですね、食卓があって、アイスキンがですね、さあ、あの、わしらと一緒に食事だって言ったこの子がですね、ちゃんと座ってご飯食べようとしたらですね、フィンとジェイクがなんとか目を覚ましてですね、すごい怖い夢を見たよって言って、またモンスターワイフのことをはっと見たら、また二人ともばったり気絶してしまってですね。で、このモンスターワイフはですね、 なんでみんな気絶するの?」って言ってだん,だん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 気が付くんですね。鏡を見たら、ら私の体は継ぎはぎぎだらけだけであのアイスキングはですねそんなことに気が付ように家中の鏡を割ってたんですけどもついにあのなんだろうトイレにある洗面台の水に映ってる自分の顔を見てしまって「私っていうのは誰かから盗んだものを継ぎはぎで私は怪物なのね」こんなもので私はいられないって言ってこのモンスタープリンセスは家出してしまう。で アイスキンが、「待ってくれって言うんですけどモンスタープリンセスは次々といろんなプリンセスのところに行って体の一部を返していくんですね。で布切れかぶってるからどんな姿かわかんないんですけども体の一部を返して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 最後にアイスキングのところに戻ってきた時にはその体の上にかぶってた布だけになって最後ペシャンって消えていくんですね。でこの回のラストシーンはアイスキングのですねクローズアップであー すべて返してしまったのかなんて気前のいい女なんじゃというところで終わるんですよ変でしょせめて切ないんですよでもここの切ないというところがなんて気前のいい女なんじゃというところのズレで笑いにしてるんですねつまり ベタではなくハイドラマなんですけどこれをずらして笑いにしようとしているというです、ね、おそらく大日本人で松本人志が失敗したことをです、ね、アメリカのゴールデンタイムの子供向けのアニメでやって大成功したのが「アドベンチャータイム」なんですね。で「えーとですね、ゴリアド」という回がありますゴリアドはです、ね、あの自分の後継者自分がです、ね、いつ死ぬかわからないから,です、ねえー、とあらどこ行ったのか。 自分がいつ死ぬかわかんないと思ったですね、えー。バブルガンプリンセスが自分の後継者のためにですね、えー、また生物を作りました。この人ね、年がら年中生物を作るんですよ。で。 記憶をしょっちゅうそいつら書き換えるんですよ。例えば、あの、前に作ったですね、あの、なんだ、レモングラブ伯爵っていうのが、これも自分の後継者用に作ったんですけども、同じようなですね、生物の作り方を覚えてしまった。おかげで自分の国民をいっぱい作ってしまった。それで大パニックになったので、レモングラブ伯爵をつかフィンに捕まえてきてもらって、ラストシーンっていうのがですね、レモングラブあの伯爵の頭を脳手術して、パカッと開けたらですね、脳がどんどんクローズアップになった。そこに文字がいっぱい書いてるんですね。それをですね、 えと鉛筆の逆さまのところについての消しゴムで脳をゴシ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 消したらです、ね、さあこれでレモングラブ伯爵の記憶が消えたらこれで大丈夫ってパカッとやってその回終わりっていうのがあってですねもうそんなのばっかりなんですけれども同じようにですねそのゴリアテっていうですね、えー、怪物をですね作ったんですね。それはこの人が死んだ後で ウー大陸ですね。キャンディー王国を統治するための王として作ったんですよ。で王として作ったんですけどまだ子供の状態で超能力はあるんだけども子供なんですよ。でそれをですねフィンとジェイクに任して教育してくれって言うんですけどもフィンがちょっと留守にしてる間にジェイクがですね自分のおっさん的な感性でとりあえずやかましい子供たちにはこうやって叱らなきゃダメだっていうようなで悪い例をいっぱい見せてしまうんですね。で、で結局ゴリアゴリリリアアドドだ。ゴリアドはですね、プリンセス・バブルガムの思いと違って、 国民たちを力で納得させればいいと。自分のここから出てくる超能力で思い通りに操ればいいというモンスターに変身してしまうんですねでもうバブルガンプリンセスの力も敵わないとどうすればいいのかって言バブルガンプリンセスは分かったわって言ってもう一つモンスターを作るんですねこのモンスターがですねフィンの遺伝子フィンの髪の毛の一本を作ってヒーローの遺伝子を入れたっていうふうに言うんですねでフィンの髪の毛フィンの遺伝子を入れられたもう一つのモンスターのですねなんて名前だっけなえストームだ。 ストーム言うのとゴリアードは出会った瞬間に脳からですねお互いに超能力の電波を出し合ってぴったり止まってしまうんですね。でフィンがどうしたのと言ったら「ゴリアードとストームは心の中で今戦っているのそして同じ力で私が作ったからあの戦いは永遠に終わらないあの2人はこれから永遠にお互いが戦ってあそこの場でじっとして生きていくのよ」って言うんですよ。 でフィンが「なんでそんなことができたの?」って言ったら「ストームはね正義の心を持ってるのヒーローの心を持ってるのそれは実は私があなたの髪の毛を1本入れたからなのあなたの息子ね」って言ったらこの14歳のその時のフィンが「僕に息子ができたのか」って呆然とした顔で終わるっていうんですねもうこれもなななんんだこれなんですよ。なんかねそのいつの間にか自分の息子ができていてでその息子は誕生したと同時に 世界を破滅させるモンスターと睨み合って永遠に生きていかなければいけないそれがこの世界の平和のためなんだというふうに簡単に言い張る女の子この女の子のことをこの子はすすごい好きなんですよ。だから本来言えば自分の遺伝子でこの子が作ったんだから自分たちの息子として祝福しなければいけないんだけどこの女にとっては世界を征服するモンスターもそれを止めるためのもう一つのモンスターも道具にしか過ぎない。でそれを 目の当たりにして呆然とする主人公という辺で終わってしまうのがそのアドベンチャータイムのそのその他にもですね「枕の国のフィン」っていうのがやっぱ第5シーズンにあってですねあのフィンがですねジェイク犬ですね枕でっかいの 山を作ってサーフ、フィン、この中で遊べって言ったらですね、フィンがですね、その枕の中に入っていくんです。もう十時だ、えらいことになってますよね。<laughs> で、枕の中をずっと行くとですね、その向こうを抜けると枕の国に行ってしまうんです。で、大丈夫、なっても。はい。で、枕の国に行ったらですね、枕ピープルがいるんですね。まあまあ、同じような感じで、枕ピープルがいてですね。枕の世界に行った瞬間に、帰るドアが消えてしまう。 でフィンが帰りたいと思ってもマクラの国ではすべてがマクラでできているモンスターもマクラならばそれを倒すための剣もマクラで食料もマクラハンバーガーもらったらパンのマクラとバーガーの肉のマクラでできているとで中身もマクラだからマクラしか食べれないしあらゆる動物はなんかマクラでできているんですねでそこでマクラピープルたちによくぞ悪ドラゴンを倒してくれた勇者だというふうに歓迎されて人間のフィンはそこで暮らしてしまうんですねでそこで祭りの日に出会った女の子と恋に落ちて。 次のでではもう子供がいるんですよ。人間と枕の中間的な子供が向こうから走ってきてですね「パパー」って言って息子と娘がいてですね「パパはどうしても言っちゃうのうんそうなんだ」ものすごいもうフィンはもう筋肉ムキムキになってですねものすごいでっかい斧の枕を持ってすごいでっかい枕の木をこう切り倒すんですね。で枕の木を切り倒すとこの枕の木の切り目から枕の中身がポン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 出てポッカンって倒れるんですけどもそんなことを毎日暮らしてるところに 息子と娘が見てどうしても元の世界帰っちゃうの「うん、そうだパパは帰らなければいけない」って言ったらそしたらなんかその祭りで出会った女の子がいつの間にかちょっといい感じの色気のあるおばさんになって「あなたはいつか行けない人って私分かってた覚悟できた?」って言ったらなんか。 もう大人になったフィンは、立派な大きな大人の男になったフィンは家族を置いて行くわけにいかないお前たちと離れるもんかパパーみたいな感動の時があって次にもう中年でいい加減年取ったフィンが出てきてですねもう20年か30年ぐらい時が経ってるんですよねであのー、なんだろうえー、っとですね、まあ、もうもうんかね予言者みたいに会いに行くんですで、「お前は本当はよその世界から来て帰らなければいけない定めだというふうに言われるんですね。でで。も、もういい加減中年で ちょっとさんになりかけたフィンは、ね「私も昔はそんなこと思ってましたでももう今は愛する家族もいて孫もこんなにいます私はこの世界で生きていて幸せでしたというふうに言うんです、ね、で預言者はそうかお前がいいならそれでいいって。 で次のシーンになったらですねもうフィンが老水でですねベッドに出てですね枕のくせに枕の中に入ってですね <laughs> ベッドも全部枕なんですけど、ね、枕の一族に囲まれておじいちゃんおじいちゃんおじいちゃんというふうに言われてですねわしの一生は幸せじゃったどっかの世界から来たんだけどもうここの世界だけわしにとって本当の世界だありがとうありがとうってわしは言ってしまうお前らのことは忘れないぞって言って目をつぶって目を開けたらですね元の世界に戻ってて ジェイクが、「よく寝てたなフィンって <laughs> どんな夢見てたんだって言ったらフィンが「うーん忘れた!」って言ってその回終わりっていうです、ね、なんかねそのなんだろう別世界の話というかです、ね、僕らが死んでる知ってるです、ね、普通のロジックではないさっき言った ハイドラマのセンスの中のずらしなのでですね。いわゆる誇張の夢っていうやつですね。なんかこの夢の世界の中で一生暮らしてて目を覚めたら。その世界は消えてしまうみたいなことをやってるんですけど。すごいハイセンスなんですね。で。あの。なんかね。本当言えば。この。サイモンとマーシー。っていう会を。ちゃんと紹介したかったんですよ。この。 男の人とこの女の子がたった2人で核戦争を生き残ってその次にマッシュルーム爆弾が落ちてきてこの世界が魔法の世界に落ちるまで1,000年前の4年間で会った2人だけの旅のこととかですねすごいなんかいい話が連続してあるんですけどもちょっと最後の最後にですねアイスキングですねもうこいつがこれになっちゃったらあとはですね変な話ばっかりなんですけどもこいつがですね 同人誌作家もやってるんですよね。で、同人誌でですね。あの。自分の空想の中ではフィンが女の子なんですよ。フィオーナーって名前になっててですね。 <laughs> えー、なんかねグラマーな女の子になってるんですねでアイスキング様のことが大好きなんでで、「すよで。これこれわしのようなじいさんを好きになってはいかんだろうそんなことないわ渋い方が魅力なのというふうな会があってですねまあそんなこと一切なしいきなりこれが出てきてで、えー、と同じような女になっている。 ジェイクという犬の相棒がいて、これがまたグラマーな感じになってるんですけどこの女の子二人が、ね、悪と次々と倒していって素敵なおじ様と何か素敵なおじ様こっちだ素敵なおじ様と何か何かするという,うな話だったんですけどまあこれが実はこいつが書いた同人誌の中でしたっていうのが、まあ、そのこの話のオチだったんです。ところがまた1年後ぐらいに同じ話があってですね次はですねあの スーパーヒーローものになってこれがなんか誰かと戦ってるのをですね途中で話途切れられるんですねでアイスキングがですねなんだわしが考えたフィオナの話をお前たちはつまらないと言うのかって言ったらあの檻の中に閉じ込められたプリンセスたちがそんな話はつまらないつまらないつまらないって言い出すんですよでどんな話だったらいいんだって言ったらですねえー、っとこれが来てですね <laughs> この女の子が来て私が代わりに考えてあげるよと言ってですねなんかあの これが男になった話とこの女の子との恋の話があるんだけどもでもこの女の子がイケメンになってですねふわふわと現れてこの女の子の心を奪ってしまうみたいなですねもう本当にどうでもいいこれあ後でですね <laughs> あの見たらですねスタッフの女の子が描いた同人イラストだったんですけどもですね <laughs> それをそのままアニメシリーズにしたっていう狂ったことをやってですね、まあ、大評判になったんですけどもですねあの なんだろうなえー、っとまあこういうですねお話全体はさっきも言ったようにですねずらしがすごいうまいんですね本来だったらば感動する話をですねわけのわかんない話に持ってったりでも感動する部分は感動ですごい泣けるんですけども、あのー、だから YouTube でもですねかなりの話数公開されてるんですけど見る時はですねなんかね 画面に映っていいるものとか、ありがちなな解釈だけで見ないで見ほしいんですね。そういうふうにして見ちゃうと僕が「アドベンチャータイム面白いよ」って言っていろんな人に言って家帰って YouTube で見た家帰って Amazon で見たんだけどもよく分かんなかったっていうふうに言われることがよくあるんですよ。でもそれは何だろうなこの話全体が実はものすごいいろんなトリックがあったり何だろうすごい難しいことをやろうとしてるんだっていうような気構えで見ないといわゆる「 エヴァンゲリオンとかマドマギを見るのと全く同じ視点で見ないと分かんないまま普通のお話だ普通のファンタジーだと思って頭の中を通り過ぎちゃうんですねなのでちょっと油断せずにですね、えー、アドベンチャータイムを見ていただけたらと思います、えー、なかなか力不足でですねアドベンチャータイムの魅力は全部語れませんでしたけどもですね、えー、10時をもう過ぎてしまいますので本日はここまでにしたいと思いますお本日入会9人 会員がなんかものすごい増えてしまいました。ありがとうございます。109人も増えちゃったから。ありがとうございます。皆さんがアドベンチャータイムを見てくれたら嬉しいですし、君の名をまだ見てない人はぜひ見てください。さっきも言ったように、ハイドラマでコメディをやろうとしているものと、これまでハイドラマ気味だった人があえてロードラマになってでなんだろうな日本の。 アニメ監督のど真ん中に行こうとしてるといるってですね、二つの動きが見れて両方とも面白いと思います。では次回9月11日は、えー、ロサンゼルスより生中継でお送りします。えー、その次の週ですね9月18日の山貫さんとのですね何か独絶対談もお楽しみにしてください。ではまた来週じゃあバイバイ。